そうでしたか。ありがとうございます。ちょうど冒険者協会も手が回らない状態でして。お気になさらず。冒険者の皆さんはいつも重要な戦力になってくださっています。無事協力関係を結べたので、今まで集めてきたアビスの情報を後ほどお届けします。はい、よろしくお願いします。よう、キャサリン、また新しい依頼があったみたいだな。こんにちは。ちょうどお知らせしたいことがあったんです。エンジン様は人員を集め、ナタの各地に配置し終わりました。最近は頻繁にアビスが侵入してきていますから、今まで通り情報が入ってから行動するとなると、そこでエンジン様はカガリギの民と冒険者協会の情報網を利用しようと考えられました。私たちが最新の情報を近くの駐屯地に送れば、そこにいる戦士たちが即座に動けるというわけです。はい、これで私たちもあちこち奔走せずに済んで、お二人も最近は大変だったでしょうから、あまり気を張らずゆっくり休んでくださいね。なるほどな。よかった、やっと。分かってるって。別に今すぐ5しか寝るなんて言ってないだろ。アビスの動きは予測しにくいもので、過去には急に活発になり始めた時期もありました。しかし災いが過ぎ去ればきっといつもの日常を取り戻せるでしょう。そうか、世間の人たちはまだ八神の国がヤバいって知らないのか。あれ、旅人さんにパイモンちゃん。こんにちは、カチーナ。体調はもういいのか。うん。それに今は家でゆっくりしてる場合じゃないでしょ。ちょうどエンジン様が野外に駐在する選手を募集してるって聞いたから。お、最近あなたのことをよく聞くんだ。あ、そういえば白根お姉さんがね、コメイに取り掛かる準備ができたから。ついに伝説のコメイの職人とご対面か。白根お姉さんはすごい職人なんだ。依頼人が多すぎて毎回すごく待つことになるんだけどね。でも今回は集中するために特別に時間を空けてくれたんだって。応募はできたし、もうお知らせを待つだけだから、よかったら一緒に行かない？落ちるってことはないと思うし。多分お前は余剰者の戦争で勝った立派な戦士なんだから、もっと実…そんな、うい、恥ずかしいよ。必要な人を連れてきたよ。すっごい人なんだよ。私いっぱい学ばせてもらってるの。そのことは聞いてるよ。すごい勢いで有名になったって。異邦人なの？うん、オイラたちはナタに来た旅人だ。いや、コメイが必要なのが異邦人だなんて聞いてなかったんだけど。え、エンジン様から聞いてないの？うん、新しい協力者が現れたけど、その人の身の安全を守るためには新しくコメを作らなきゃいけないとしか。コメを作るのはかなり難しいって言ってたから、うちの腕を信用してないのかと思ったんだけど。難しいってそういうことね。お、怒ってる？別に、もう慣れっこだしね。ただちょっと頭を冷やしたいだけ。いつも難題ばっか吹っかけてくるから、毎回喧嘩ばっかなんだ。あいつがいないってことは、喧嘩になる可能性は根本的に排除されてる。でも頭はわかってるけど、やっぱムカつくわ。違法。え？そうだったのか？知っての通り、コメイは英雄の輝かしい精神を象徴してる。コメイを作るっていうのは、誰かの英雄的な功績を記録すること。その人は、コメイの最初の英雄になるってわけ。そうだよ。旅人の冒険者手帳を見せてもらったけど。それはナタ以外での経験でしょ。それはそう
うだけど。そういうのは八神の国に記録されない。そもそもたとえナタでの経験であっても異邦人のものは記録されないの。大礼に認められない記憶や経験は古名の素材にはなり得ない。どんなにすごい職人でも無から有は生み出せない。大礼って結構厳しいな。マービカは誰よりもそれを知ってるはずなのに、それでも古名を作れって言ってきた。できっこないことを任されたってことか。こういうこと昔もあったような。何があったかは知らないけど。そんな話はいいよ。今はどうやって不可能を可能にするか考えないと。もう納得しちゃうのかよ。じゃあどうすればいいっていうの。もう決まっちゃったことだし、マービカはエンジン様だよ。そういう要望を出してきたってことは、あいつの計画では古名が必要不可欠だってこと。うちを信頼してる証とも言える。自分を説得しにかかってるぞ。そうだね。何か方法がないか考えよう。重要なのはどうやって大霊に旅人のことを認めさせて。前に八神の国に行った時、大霊の声が聞こえたよな。もし大霊に連絡がついたら説得したりできないのか。部族にはそれぞれ信仰する大霊がいる。連絡するってなるとどの大霊に連絡すればいいんだろうね。こんなの前代未聞だし、一体の証人だけじゃ足りないかも。はあ、そこについてはうちもよく知らないし。わか、大霊と八神の国に詳しい人に聞いてみないとね。あ、名前は聞いたことあるぞ。そいつのスピリットストーンのおかげで、かつあんなものが作れるくらいだから、きっとすごいやつなんだよな。でもシトラリは結構年がいってるし、変わった性格なんだよね。それに彼女のご機嫌を取れなければ助けてもらえないかもしれないって聞いたし。それは。ん？どういうこと？一回助けてくれたんじゃないの？その代償としてスピリットストーンは一つから二つになったんだ。え？やってくれるよマービカ。それならマービカからの重要な命令って体で言って、シトラリがエンジン様の顔を立ててくれることを願うしかないね。手紙はうちが書くよ。手紙の内容もそうだけど。じゃあキーニチお兄さんに頼もう。キーニチ、アハウをちゃんと閉じ込めておいてくれるといいんだけどな。うん、いいやんだね。キーニチは交渉に長けてるし。よし、じゃあ今すぐ呼んでくるね。手紙を書いてくるからちょっと待ってて。おう、じゃあ適当にブラブラしとくぜ。また会ったな。カチーナから状況は聞いた。シトラリに手紙を届けて説得してみる。ちょうどスピリットストーンの件は説明して謝らないとって思ってたしな。厄介事を任せちゃってごめんね。シトラリとの付き合い方を分かってるのはあんただけだからさ。気にしないでいい。みんなエンジン様の計画のために頑張ってるんだからな。ってことはカチーナと旅人も知ってるの？うん、過去の英雄が目の前に出てくるのを見た時、モアラニちゃんはたくさんの記憶と知識が頭の中に入ってきたって言ってた。こっちに戻ってきた後、エンジン様はみんなに八神の国の状況とか。そうだったよな。でエンジンが6人の英雄の話をした時そういうことなら腹を割って話せるね。たとえ現状が悲惨でも一緒に進んでくれる仲間がいるっていうのは。もう一つ情報がある。あの時競技場で隊長を助けた人物についてだが、名園の主の出身でオロルンってやつだ。普段は集落を離れ村外れで一人で暮らしている。だから今回の失踪についても部族の者たちはずっと気づいていなかった。シトラリもそいつを知ってるのか？ああ、オロルンは孤児で名園の主の族長と親切な人たちによって育てられた。変わったやつ。名園の主の人ってみんな夢とか啓示の話に夢中らしいから、そんな部族の中で変わったやつって呼ばれるぐらいなら。まあそういう点ではオロルンとシトラリは
ちょっと似てるかもな。なるほど。シトラリは引きこもりなのに、オロルンが自らの意志でファデュイに入ったのか。でもシトラリは一刻も早くオロルンが裏切ったわけじゃないと証明したいはずだ。つまりオロルンと隊長の行方を探そうって提案するの？ああ、もしみんなが協力してくれるなら。それは単純なお願いから両者が利益を得られる協力関係になる。エンジン様からの命令を断ることはないと思うが、協力関係を提示すればシトラリもオロル。おう、スピリットストーンを出してくれたお礼もしたいしな。さすがマリポのキーニチ、筋が通ってる。じゃあ手紙は頼んだよ。2日後競技場で待ってるから。ああ、すぐに届けてくる。キーニチお兄さん、行ってらっしゃい。じゃあ私も帰るね。うん、じゃあこんなとこで、また2日後ね。シロネ、状況はどうだ？あ、旅人パイモン。残念ながらシトラリからの返事はまだないよ。ま、こんな予感はしてたけど。え、返信がないってキーニチを無視したってことか？シトラリは一筋縄ではいかない、変わった性格をしてるんだ。名園の主の人も付き合いにくいって言ってる。返信がないのは他の理由かもね。聖火競技場に行って待ってみよう。会えれば話せるかもしれないし。それもそうか。誰もいないぞ。はあ、よく考えられた提案だと思ったけど。だってこれはエンジンの命令なんだぞ。そいつだってエンジンの民なんだろ。民？うちからすればみんなは仲間同士みたいな感じだって思うけどね。マービカは確かにリーダーだけど、そこに越えられない身分の壁があるってわけじゃない。ただ要望を出すときはいつも、エンジンは強いのにあんまり尊大なイメージもないし。いや、でもそのグラスバーバってやつは偉いからって人を無視するなんてさすがにひどすぎるぞ。みんなすごいすごいって言うけど結局返信もしてくれなかったんだぞ。来ないなら来ないって言ってくれよ。おいらはそんな年寄りには絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。よわ、誰だ、急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの。え、シトラリ？お前がシトラリか？お前ってグラスバーバじゃないのか？グラスバーバって重要なのは黒曜石であって老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ。見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない？別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。あー、言い忘れてたかも。シトラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。忘れてただけだし、みんなとっくに受け入れてるからさ。失礼だけどさ。まあ、レディーに歳を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ。 あまりにも変わってるからさ、謝りたかったのに話せば話すほど混乱して。おいらお前がもう来てくれないと思って。シトラリ、呼んだのはうちだから、攻めるならこの子たちじゃなくうちを攻めなよ。もういいって。そんな真面目な空気にされたら逆にいたたまれなくなっちゃう。キーニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で来るって決めてたの。でもそう決めたならわざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。でも出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃって、よくあることでしょ。でよ、さりげなく登場しようと思ったけど
みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて、しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってるじゃない。ふん、とにかくそういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。ばあちゃん、なんでそんな顔するんだ。さっきのが気まずかった反応かよ。名園の主の人が言ってた付き合いにくいってこういうこと。なんか人付き合いが下手っぽいっていうか。ふっ、とにかく本題に戻りましょう。今回はかなり特殊な状況なんだ。実は。なるほど、マービカ様は外の人の米を作ってほしいって言ってきたわけ。そういえば君たち、オロルンのことはもう聞いているのよね。うん、オイラたちはまさにそのために来たんだぞ。オロルンを見つけてやるから、コメイの問題を解決してくれないか。君、旅人でいいかしら。こっちに来てちょうだい。顔をちゃんと見せて。人々は富のために争いをやめないけれど、君は黄金を超えた。人々は雷帝と怒涛を恐れたけれど、君は海を渡った。自由を求める疲れた魂よ。最も鮮やかな色彩を持つ緑の葉っぱも君の安らぎを願っている。君から見たものよ。君はみんなが思ってる以上にたくさんのことを経験してきたのね。そして誠実な英雄の心を持って炎と共に暗い夜に入る勇気がある人。あ、動かないで。なんだよ、オイラを脅かさないでくれ。知りなさい。はい、八神の国から帰ってきた君の体には魂の残留物がついてたわ。もう払ってあげたけど。幽霊をちょっと連れて帰ってきちゃったってことか。そこまでひどいわけじゃないけど、放っておくと精神が不安定になったり気分が悪くなったりするだけ。払ってもらえてよかったね。お安い御用よ。シロネ、君たちの計画に乗るわ。オロルンを見つけてくれたら。ヤガミ？え、大礼にじゃないのか？これほど重要なこと、部族の大礼には決められないもの。異邦人に米を作れるかどうか。ヤガミはヤガミの国を管理する古の生命体で、常に聖火の力を借りて浴び。なるほど、簡単に言うと大礼よりもすごいってことだよな。それはちょっと違う。誰がよりすごいとかって話じゃないのよ。話を戻すけど、八神が深い眠りについた今、八神の意識とつながる方法は脱魂しかない。脱魂のような儀式を行うにはいくつか用意しないといけないものがあるの。じゃあうちが行くよ。いろいろいりそうだし。よし、じゃあオイラたちはシトラリと一緒にオロルンを探しに行こうぜ。相手はファデュイなんだし、くれぐれも気をつけてね。うん、無理はしないぞ。こっちはあの悪ガキを探さないとね。今日は遅刻しちゃってごめんね。実は来る前にオロルンの拠点に行って手がかりを探してたの。あの子は一人で暮らしてるんだけど、拠点にある壺が壊れてたの。あの子が飼ってるネンソミツムシの調子もおかしくて、部屋の中には刃物を使った跡もあったけど、ナタの武器じゃなかった。誰かが部屋に入ってオロルンを誘拐したってことか。でも野外でミツムシを飼ってるだけの子を誰がわざわざ誘拐したっていうの。別にオロルンに非がないって言ってるわけじゃないのよ。でも
中には人が大勢いるのに。まあとにかく早くあの子を連れ戻して武士付けなお願いをして本当にごめんね。オイラたちに任せてくれ。ええ、まずはオロルンが最後に目撃されたところに行ってみました。ここよ。目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。こいつ、ナタでは人望があるってキイニチが言ってたよな。オロルン、あの子は道端に捨てられてたのよ。部族の人たちがあの子を拾ってきて、みんなで一緒に育てたの。名園の主でいろんなことを勉強して、大きくなってからは一人で離れて暮らすようになったわ。はあ、友達づてにいつも野菜を送り届けてくれるんだから。まあいいわ、とにかく探しましょう。オロルンはミツムシを飼ってるけど、あの子たちは刺激を受けると特殊な粘素を分泌するの。痕跡をたどってみましょう。え、痕跡ってどこにあるんだ？ああ、そっか、君たちの目はそういうものに敏感じゃないのね。さあ、手を出して。術で私の感覚を一時的に分け与えたの。そんなのって誰かに与えられるものなのか？珍しい不術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。さっき君の手を握ってみたけど、君は粘素との相性が良さそうよ。とにかく次はオロルンの行方を探してみましょう。こっちだ。この方向で合ってそうだぞ。シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱりすごいんだな。なんですって？褒めて言うんだぞ、すごいってな。はあ、わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年は言ってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。え、もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。まさか私って全然時代についていけてないの？え？この声はシトラリか？そういえば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。何その目、自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。ガイドとしての経験から見た感じじゃ、ちょっと待って、ここの粘素ちょっとおかしい。見てみましょう。は、何かのマークみたいだな。
すごく小さいけど。これは名園の主の人が使う助けを求めるサインなの。わかるのは私たち部族のものだけ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク、気づかれないようにしたのね。やっぱりファデューに監禁されてるに違いないわ。正面からぶつかることになるなら全力で戦う。でも、もしオロルンもそこにいたらどうしましょう。あの子は可愛い孫みたいなものなんだもの。こっちにも誰かがいた痕跡があるぞ。待って、姉さんの痕跡が複雑になってきてるわ。匂いが入り混じってる。炎、雷、それから他の元素も。キーニチはお前のことすごいやつだって言ってたぞ。はあ、キーニチったら、やっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡よ。現場の痕跡から見ると、オロロンは助けを求めるサインを残してたんだよな。別々の方向に向かったのなら、私たちも二手に分かれましょう。私はこっちに進むから、そっちをお願い。ホロル、一体何してるの。私だけじゃなくてみんなに心配をかけるなんて、ほんといけない子ね。あいつ言っちゃったぞ。旅人、お前も聞こえてたよな。シトラリがいなくなったら声も消えた。心の中であいつの名前を呼んでみたけど、なおいらもてっきり会話できるのかと思ったんだけど、この不術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさそうだけどな。あいつの心の声、にぎやかだよな。手がかりが見つかったのか？え？オーロルンがどっちに向かったのか、もうわからないってことか？急に何もなくなった。足跡とかも全然ないぞ。生身の人間が急に消えるわけないし、ファデュイもいたはずなのに。どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。悪いが、動かないでくれ。傷つけたくないんだ。危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。君は戦いが得意だから、他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今、名園の主の者たちがよく知っている領域。こんにちは、旅人。僕が君の探しているオロルンだ。ああ、脱出。やはりそう思っていたか。ばあちゃんもきっとファデュイに脅されていると言ったんだろう。あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは君ともう一人の友人を会わせるための。来たな、異教の旅人。丁重に対応してくれ。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。慎重に扱わないと。お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式で同僚が世話になったそうだな。お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、その時になれば
こんなことをした理由とマービカを疑う理由を説明しよう。とにかく当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ競技場の東を探すがいい。これ以上トラブルを起こすのは本意ではない。現実世界でもいずれ会うことになるだろう。その時はどうか話を合わせてくれ。ばあちゃんを巻き込まないために。ねえ、なんで座り込んでるの？シトラリ、こいつぼーっとしてると思ったら急に倒れちゃったんだ。まさか八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？ゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。具合が悪いって知ってたら。具合が悪いなら言ってくれよ。何かに取り憑かれてるのかもしれないし。いつも旅をしてるなら無理は禁物ってわかるはずよね。とにかくもう少し休んだ方がいいわ。はあ、ほんと楽になったか。じゃあ次の準備をしましょう。さっき年祖の痕跡をたどってある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。それってこの近くか。早速行こうぜ。君は私の助っ人で、私たちは風と雲みたいな関係よ。君の調子が悪いと私もうまく動けないの。お詫びなんていいからしっかり働いてちょうだい。あっちよ。誰かいるみたいだぞ。オロルンよ。やっぱりファデューに捕まってたのね。おお、待ってろ、オイラたちが助けてやるぜ。おい、何ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか。太陽がない。なんだと。太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。あ、何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。シトラリのやつ必死で怒ってないふりをしてるみたいだ。ふん、準備はいい？目に物見せてやるわよ。3、2、まだ。オラルン、ばあちゃん。シトラリがグラスバーバだってことは知ってるけど。こんにちは、ばあちゃん。なんだって。ばあちゃんだ。違うのか。君はばあちゃんの友人で同世代みたいだから。そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。ばあちゃんと同じ世代の人はたくさんいるけど。待てよ、こいつまさか子供なのか。その言葉はトゲのあるつる草のように深く刺さるな。ピンセットを使わないと取り出せないぐらいに。傷ついてないでオイラの質問に答えろよ。僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには。ああ。じゃあお前は誰よりも年下で若造の。オラルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？三つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ。
ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない人。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。捕まっちゃったらもう誰かに助けてもらうしかないのよ。私たちが駆けつけてこなかったら死んでたかもしれないのに。ごめんばあちゃん、次から気をつけるよ。次ですって？こんな危ないこと次なんてあってたまるもんですか。怪我させられたりしてない？いや、ナタの地形についていろいろと聞かれて地脈の分布図を書くよう言われ。正直に答えてちょうだい。エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物は。ああ、どうしてそんなことしたのよ。それは僕の協力が必要だと言われた。もし断ったらばあちゃんを探し出して何らかの方法で痛めつけてやる。ふん、ばあちゃんはただものじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。この子は本当にもう。幸いエンジン様は名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて、君の名前は出てない。たとえ予想していた真実が訪れようとも慌てる必要はない。ごめん。倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから、さあ片付けて帰りましょう。オロルン、今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよ。わかった。野菜を持っていこうか。野菜？ああ、野菜をたくさん育ててるんだ。新鮮だぞ。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。エンジン様に会ったらまずはこういう三つのものには気をつける。違うでしょ。まずはファデュイと結託なんかしてないって弁明するの。名園の主の教育は。わかった。なるほど。オロルンが隊長を逃がしたのはファデュイがストラリさんに害をなさないようにするためだったと。ああ、すまなかった。一族のものを守るためだったってことに免じて許してくださるようエンジン様を説得してくれないかしら。情報を整理してエンジン様に報告する。ここで待たなければならないのか。本当はそうなんだが、シトラリさんが保証人になってくれるのなら自由に行動していい。いいわ。別の用事もあるし、ここで時間を無駄にするわけにはいかないの。協力に感謝する。オロルンさん、知らせが届き次第なるべく早く談議室に来てくれ。わかった。ありがとう。ばあちゃんもありがとう。ふう、これで逃げ隠れする必要はなくなったな。旅人パイモン、今回は本当ありがとう。オロルンのことが落ち着いたらシロネのところに行きましょう。うん、ありがとな。面倒だなんて助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあまたね。オロルン、ついてきて。泊まる場所を探さないと。さようなら、ばあちゃん。心配だからしょうがなくファデュイと協力したなんて真っ赤な嘘で。本当、うん、教えてくれてありがとな。オイラはお前の判断を信じるから。約束の時間まであと1日か。あれ、誰もいないぞ。まさか騙されたんじゃないよな。うわあ！
こんばんは。会えて嬉しいよ。幽霊みたいに後ろから急に現れるなよ。すまない、いつもの癖で。お前って謝ってばっかだな。おとなしそうに見えるのに。君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。なんだよ、オイラのこともばあちゃんって呼ぶか。まあそう言えなくもないが。ああ。誰もついてきていないみたいだ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。しかしこのまま何もしなければ俺たちはいずれ戦うことになるだろう。かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知ってるんだろう。アビスを倒してナタを救うには、あと二人の英雄を待たないといけない。なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。って、そこはいいか。計画の進捗には常に注目している。率直に言おう。彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか。もしものことがあればナタだけではない、テイワット全土が道連れになる。本当に他に方法がないのか、それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。応急策って。たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかし、ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。最も心配なのは、多大なる責任が降りかかる中で、彼女が悲惨な事実に向き合えず、だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。そうだぞ、証拠でもあるのか。あの時神の心を奪おうとしたのは氷の女皇の計画のためだったんだろ。やはり鋭いな。あの剣は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。ち、誰か来る。おい、隊長が消えた。何かの気配が近づいてくる。何かの気配ですって？君のばあちゃんだけど。ストラリー、 いつの間に来てたんだよ。二手に分かれようって決めた時には気づいてたのよ。隠れた儀式用の道具、幽体離脱しちゃった旅人、君って子は一体何をするつもり。よくも私に黙ってファデュイと手を結んだわね。またそうやって怒られたらすぐ黙り込む。そういうわけでは。まだ強がる気？そうじゃなければなんだっていうの。う、後ろめたい気持ちはあったんだ。この無知か何か持ってくればよかった。落ち着けよシトラリー。今回は収穫がなかったってわけじゃないだろ。戻ってからにしようぜ。な、いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。ふう、二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。
こんな子見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのか、ちゃんと説明してちょうだい。あら、答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？聞こえないふり？ばあちゃん、よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？普段は聞き分けのいい子なのに、どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったなら、こんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわっ、なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。ああ、友人の家に行った時に、その友人が聞き分けの悪い竜をしつけているのを見たか。具体的な例だな。実際にそういう友達がいたのか。そうだ、竜は叱られた時、君たちと同じような顔で僕の方を見ていた。おい、叱られてるのはお前の方だろ。そうか、すまない。もう少し耐えてくれ、そろそろ終わるはずだから。後ろでこそこそ内緒話するなんて、君たちね。うわー、ごめんよばあちゃん。まあいいわ、私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファズテにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。イファって誰だ？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだから、きっとろくな子じゃないわ。はあ、ほらルン、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。地脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。なんだか内輪の話題に入っちゃったな。それは違う、ばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でもこの声は、ホーラルン、どこにいるの？なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ。本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。もう行かなくても。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったら、もう。なんで急に遠くに行っちゃったんだ。ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子、毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？ああ、もうムカつく。ああ、落ち着いてくれ。さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。問い詰められればいつかは口を割ってしまう。町までもうしばらくかかるから、ゆっくり歩いていきましょう。この後時間はある？お腹空いたし何か食べない？確かにずっと何も食べてないよな。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。いいのか？おごってもらえるんだぞ。お、でもさっきからこいつ全然喋ってないよな。まあオイラたちは立派な冒険者だからな。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。え、オイラたち、お前がモラを使わなくていいように。はあ、モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから、君たちをいたわりたいだけなの。わかったから。シトラリ、
元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。何見てるんだ。入り口に立ってる二人、顔がそっくりね。双子かしら。え、一人しかいないけど。あら、どうして。見間違えたのかしら。まさか酔ってるんじゃ。はい、ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。え、オイラたちを知ってるのか。もちろん、カチーノを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当ならおばあ様って呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だから。あらあら、治安か。私の前で悪口。悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。ふう、もういいわ。お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに吐いたりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。シトラリ、誰。はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。おい、起きてるか。勝負してどうなるの。負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ。どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って。私のどこが妖怪よ。どこが妖怪に見えるの。シトラリばあちゃんは妖怪じゃないぞ。そう、暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したりだ。それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入り、そう、君のことよ。とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。やっとマナーの分かる子が来たみたいね。そう、まさか目を開けたまま寝たのか。漆黒の帳の中で憎悪の幕が開かれる。おばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か。名園の主っていうか、シトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。警戒、警戒の赤が昇る。あの瞳の中に、わあ、旅人パイモン。どうかしたのか。ちょっと、吐き気が。ちょっと大丈夫。うわ、吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことをするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。大丈夫か。ちょっと歩いて呼吸を整えるか。はあ、話したいことはいっぱいあるんだけど。なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいいじゃないか。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか。そんなんじゃないの。羞恥心よ、わからない。
こんなに長く生きてきても。実は。え？何？いい機会だし、行っちゃおうぜ。私の心気にしないでくれ。別に大したことじゃないし。ありえない。なんでそんなことが起こったの？声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて。家の鍵がかかってなくて、キャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だって、パジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。外に出ましょう。話したいことがあるの。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざ。どう？ここの風景悪くないでしょ。確かにすごい見晴らしだな。はあ、え、泣かないでくれ。泣きたい気分って話。まったく、あんまり気を使わないで。じゃないとしんどすぎるわ。いいのか？お前ってね、昔はそうだったかもね。それと確かに名園の主の人にはそう、みんなの目に私は変なおばあちゃんとしか映ってない。普通の人とあんまり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。ストラリがすごいから怖いんじゃないか。怖いって人もいれば、悔しいけど勝てないって人もいる。君たちは？え？全然怖くないと思うぞ。君たちは名園の主で暮らしてないから、私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らん。私を見ればたとえ一生を費やして頑張っても、ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。え、信じてないわけじゃないぞ。シロネもお前のことを真っ先に思いついただろ。ええ、あの子は特別なの。君たちは私とオロルンを助けてくれたし、マービカ様の計画も知ってるから、本当のことを話してもいいか。ナタではオロルンは実は特別な存在なの。捨てられた理由はあの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで、両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。名園の主では人の魂は見えるものだと信じられてる。ある儀式を行うのよ。具体的には散らばった魂をオロルンの体に入れて八神の国に送るの。ちょっと待て、なんかおかしいぞ。ええ、すぐに要点をついてくれたわね。八神の国が破壊されて中の魂は死散した。血脈に帰れずさまようことしかできない魂がいるの。でもさっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるから、お互いにいいことなわけ。ただでも族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時血脈の状況はかなり悪かったし、族長が意見を聞いてきたけど私は承認も反対もしなかった。彼ら笑えるでしょ。承認しなかったからって正義とは言えない。だって反対しなかったってことは黙認したってことなんだもの。名園の主では生と死は忌避するような話題じゃない。でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんてあまりにも不公平じゃない。だから計画が失敗したと分かった時、罪悪感に駆られながらも
この計画は秘密にはされなかった。あるいは秘密にする必要がなかったのかも。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。あの子急に聞いてきたの。ばあちゃん、そんな、へえ、あの子は分かってるはずだけど、それでも気に病んでしまうのよ。今でもナタのために何かすべきだと思ってるから。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。このまま放っておくわけにはいかないぞ。おい、シトラリ、顔色が悪いぞ。多分飲みすぎたのかも。やっぱり飲みすぎた。どう感謝すればいいのかしら。気にするなって、友達だろ。それもそうね。わかった、今日のところは帰って寝るわ。お友達ね。覚えておくわ。オロルンはきっと体調よ、予備案ってやつについてか。確かに。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。起きたのね。ちょうど呼びに行こうとしてたところよ。ずいぶん早起きだな。昨日のことはもうやめて。恥ずかしいから。私もうるさくて起こされちゃったの。見て、競技場に集められた選手たちが、多くの場所がアビスに襲われていて、名園の主もターゲットの一つだそうよ。え、またアビスか。お前一人で大丈夫か。大丈夫。各地に駐在してる選手たちもいるしね。対応も早かったから、そこまで深刻な状況にはなってないと思う。競技場が人手不足みたいだから言ってあげて。今更もう言い訳を考えてあげたりしない。私はあの子の保証人だから。談義室に行って真実を報告するわ。でも先に名園の主に戻って聞き、それと古名の件については。うん、ありがとう。すごい速さで行っちゃったぞ。みんな競技場に向かってるみたいだけど。こっちこっち。我らが異教の星、旅人が来てくれたよ。みんな来てたのか。異教の星ってなん。まあまあ、とにかくすごいって意味。君たちが腕を披露するのにぴったりな。待ってくれよ、まだ状況がいまいち分かってないんだ。私が説明する。ああ、しかもどんどんエスカレートしてる。各部族の戦力はそこそこ充実してるから、私お姉ちゃんと野外で生存者を探して治療。念のため私も北条の国に戻って確認する。モアラニはどこに行くんだ。だったら私は小玉の子を手伝おうかな。君たちも一緒に来ない。なるほど、かなり重要そうだね。君たちとエンジン様との話が終わった頃には。そうだといいな。北条の国もなんとかなるといいんだが。あいつらの筋肉は飾りじゃないから安心しなって。ではここで別れよう。みんな何をするにしても変なものに取り憑かれたりしないでね。もう心配したくないの。そのことは一旦置いておこう。まあまあ、みんな心配して言ってるわけだしな。じゃあオイラたちはエンジンに会いに行こう。さっさと話を終わらせてみんなを手伝いに行こうぜ。ああ、君たちか。久しいな。見て、君たちの冒険団には興味あるが。大丈夫だぞ、オイラたちも急いでるからな。この話。何？
別の方法はあるが、代償が大きすぎるから私はそれを実行したがらないのだと。ファデュイの情報網はやはり侮れないな。神の心に関しては確かに事実だが、聞かれた以上は誠実に答えよう。神の心の力を使えばナタは救えるが、大きな代償を支払うことになる。方法というのは、八神の国の魂と記憶を全て抽出し、地脈を包み込む大きな網を作ることだ。え？魂で網を編むのか？ああ、魂とは命のもう一つの形だ。八神の国には魂だけではなく、記憶や伝説も存在しており、それらは全て網を編む材料となる。編んだ網までもが侵食される前に地脈の損傷の問題を解決できなければ、代償が大きすぎるから私はその方法をそもそも予備案に入れていない。単に勝利するだけではなく、もちろん今実行しようとしている計画にもリスクはある。しかしそれは私が熟考した上で導き出した。ああ、ナタという地は長年アビスの脅威にさらされてきた。あまりにも特殊すぎるからだろう。最後の手段が用意されているのはナタ人のためだけではない。だがこの方法は秘密として守られてきたのだ。隊長は新しい方法を見つけたとも言ってたけど、神の心がない以上他の手段はもうないはずだ。疑問を解消するには隊長が何をしているのか。その顔、さっきは一瞬疑っていたな。うん、そんなわけ。待て、何言ってるんだよ。君らしい答えだ。私を疑ったのは慎重さゆえか、焦りからか、それとも単なる好奇心からかはわからないが、私の回答を聞いてもなお懸念。びっくりしたぞ。それでいい。そうだ、私のことはマービカと呼んでくれ。隊長についてだが、ファデュイを調査する情報員が直に帰ってくる。あ、分かったぞ。でももうちょっと待たないといけないのか。今はまださほど深刻ではない。今回アビスは同時に複数の場所に侵入してきたが、人員の手配は済んでいるし、カバーできていない数箇所については。え、お前自ら出陣するのか。その通りだ。だが今は魔人ほどの力はないが、私がエンジンになるまでは優れた戦士だったことを忘れないでくれ。感情からしても理屈からしても後方に甘んじているわけにはいかない。一人でも多ければその分力も強くなると考え、長い目で見ればたとえ迅速に対応できたとしても、ナタ人を他の国に避難させる方法も考えたが、八神の国とナタ人はすでに拠点の防衛を強化するよう各部族の族長に通達し、次は適切なタイミングを見つけて。どうなっちゃうんだろうな。ああ、その他の反応もあるだろうがな。おう、さてオイラたちもそろそろ出ないとな。心配するなと言っているだろ。こっちこっち。カチーナの方はあと何？全員避難してもらったよ。あ、旅人さんとパイモンちゃん。今どんな状況だ？あと一箇所キャラバンが閉じ込められてる。早く一緒に行くよ。あ、私も行く。ここはうちらに任せて、自分の安全を優先して。くれ、響け爆の音。せっ、くれ、どれ、よっ、リフト、ヒートウェーブ、サボン。ありがとう。もう終わりかと思ったよ。どうお礼を言えばいいのか。気にしないで、無事で何よりだよ。どれどれ。
取られたものも。これで小玉の湖周辺のアビスの凶紋は全部解決かな。ふぅ。そうだ、シトラリは一緒に来なかったの？名園の主も襲われてるから。いっ、そっか。まあそれもそうだね。ここで長話ってのもなんだし。やっぱり怪我人が出ちゃった。はあ。アビスは初っ端から猛攻撃を仕掛けてきたからね。幸いすぐにカチーナが戦士たちを率いて駆けつけてきてくれたの。いやいや、みんなと一緒に来ただけだよ。それより野外に駐屯するって方針のおかげだと思う。湿った芝生の上に寝るのはあんまり快適じゃなかったけど。ヤガミの国のことでしょ。どうかうちらが黙ってても薄々気づいてる人は増えてんじゃないかな。状況は悪化するばっかなのに。エンジン様の計画にある残り二人の英雄が、今私たちがやるべきことはエンジン様のために時間を稼ぐことだよ。相変わらず前向きだな。サンキュー。ま、私の一番の取り柄だからね。うちらに全部話すわけにはいかなかったんだろうけど。どんな手段でかはわからないけど、隊長もそのことを知って、もし隊長がエンジン様と同じぐらいの情報を把握し、リスクが高いのは事実だからね。よく競技場を出る前にマービカと話したんだ。それもそうだよな、安全な方法があるならとっくに試してるだろうし。うん、私もエンジン様を信じるよ。カチーナちゃんを助けるために貴重な記念品を絶対から、ナタを救う方法について。そうだね、そもそも隊長とうちらとじゃ命はもちろん大事だけど、うちらにとって同じくらい大事なことはたくさんある。神だから言えることと言えないことがあるだろうけど。となると隊長が見つけたっていう新しい、うん、それに隊長って人はスネージナヤの出身なんだよね。やっぱ情報が足りなすぎ。ファディが何を企んでるのか知らない限り。どう、なら一緒にマービカのところに行かないか。ファディのやつら結構な人数だったし。だね、そうしよう。こっちもいくつか推測してることがあるからさ。モアラニちゃん、駐屯チームに興味はない？あるある、ちょうどいようと思ってたところ。もしここにもっと早く着いてたら怪我人はもっと少なくて済んだはず。じゃあ申し込みに行く。申し込み？そんなのいらないよ。それはそうだけど。大丈夫だって、申し込みなんて面倒だもんね。じゃあこの辺りで解散。うん、マービカー。あれ、チャスカとクイクもいるのか。うん、大丈夫だから心配。野外で偶然ファデュイを見つけてそのまま後をつけたそうだ。ファデュイ？順を追って説明するから落ち着いてくれ。気をつけろ、ファデュイだ。ファデュイもアビスに襲われたの？いや、違うみたい。行商人たちを保護してる。確かにそうらしいな。何か取引でもしてるのか。もう少し観察してみよう。怪我がなくて何よりだ。最近各地でアビスの魔物が湧いている。旅行の計画は取りやめて、しばらくは競技場から部族の拠点に避難しておいた方がいいだろう。ありがとうございます。でもお礼にできるようなものが何もなくて。礼などいらない。任務を執行中に君たちが危険な目に遭っているところを見かけたから。本当にお礼がしたいなら俺たちに会ったことを口外しないでくれると助かる。ええ、わかりました。でも余計なことは考えるな。何か企んでいるわけではない。無論これはあくまでこちらの望みであって。わかりました。聞いた、隊長って言ってたわね。ああ、大物の予感だな。だが取引ではなく通りすがりに人助けをしただけのようだった。隊長のナタを救いたいという言葉は信用ならないと思っていたんだが。私たちファデュイに対する先入観にとらわれすぎなのかしら。結論を出すのはまだ早い。
後をつけるぞ。目的地はここだったみたいね。お前はここで待ってろ。中を覗いてくる。ちょっと待ってってば。見ろ、地形を利用すればいい。奴らは火翼の集いの移動手段に詳しくないかもしれないしな。そうかもしれないけど、警備が厳重な場所ほど調査する価値がある。リスクを冒し聞く耳持たずね。なんだそれは。私の案の方がマシだ。私は自分の身を守れるが、今のお前は。私だって守れるわ。それお前自身も信じてないだろ。信じるかどうかはお姉ちゃんの問題よ。私が言うことを聞かなくてお姉ちゃんに迷惑をかけたことなんて一度もないでしょ。分かった分かった、ここで言い争っても仕方ない。やっと折れてくれたわね。なら昔みたいに手分けして行動しよう。手で合図を送り合いながら。ロープは持ったな。バッチリよ。行きましょ。ファデュイがみっちり見張ってるな。ここはクイクの合図を待とう。今だ。またとないチャンスだ。必ずものにしないと。よし、バレてない。順調だ。次はあそこの高台か。クイクの方がよく見えてるみたいだ。あいつの合図を待とう。合図だ。よし、ここからじゃこれ以上合図を送れそうにないわ。お姉ちゃんもそう思ったみたい。ファデュイの動きを注視して合図を送ってくれようとしてる。そうね。よし、ついた。大事そうなところは全てファデュイが見張ってるわね。遠回りするのもありだけど。あ、いいこと思いついた。何の音だ？爆発か？うやっ、臭い！うやっ、なんだこの匂いは。おい、何してやがる。そりゃこっちのセリフだ。効果てきめん。あの人たち、ファディが目の上のタンコブだったみたいね。あっちの山の人も加勢しに行った。よし、
きて。クイックのやつ頭が回るじゃないか。手をつかめ、早く。うん、こっちよ。誰もいないことは確認済みだから。いっ、どう？あたしみたいな優秀なアシスタントは引く手あまたなのよ。ああ、私の問題だ。わざと嫌味な言い方をしたのに。とにかく目の前の状況に集中しよう。お姉ちゃんが気にしてないならいいわ。それにしてもファディがあんな大掛かりに発掘作業を進めてるとはね。おそらく竜が残した資源装置を探してるのだろう。わずかな記録しか残っていない古代の代物だ。地元の人ですら使い方はよく分かっていないのに。問題なく機能しているようだ。隊長様がお探しになっているのはこれで間違いないだろう。苦労なす、やっと見つかったな。持ち帰るってどこに？ついてく？お前まだついてくるつもりか。当たり前でしょ、最強コンビなんだから。何の音だ？ち、気づかれた。逃げるぞ。石が落ちてくるわよ。お宝を見ておいた方がいいんじゃない？騙しやがったな。奴らを捕まえろ。なんとかファデュイを振り切った後、再び後を追ったんだが、でもその後も行動を取る様子はなかったから。で、クイックはそう言って。いや、自分のキャパを把握できていなかっただけだ。少なくとも作戦中は足を引っ張らなかったでしょ。結果からすると二人とも素晴らしい活躍だった。はい、反省しています。これまでの情報からするとファディの狙いは古代、うちらからしたって謎だらけのものを。隊長がなんで？私にもわからないが、神の心と似たような効果を発揮する可能性がある。シロネン、ナタにいる非言学者を全員集めてくれ。オッケー。二人ともご苦労だった。クイクはゆっくり休んでくれ。君に見てもらった患者たちからの土産が、私からもちょっとしたプレゼントを用意した。みんながですが、エンジン様から贈り物をいただくわけにはいきませんクイクの大好物のチビ流ビスケットが入っているのだがな。え、欲しい。エンジン様。こら、クイク、まっ、実は私も好きなんだ。君たちの分もあるから、あ、今から非言装置の資料を調べる。ひひ、遠慮なくいただくぜ。これからと、クイクを家まで送ってちゃんと休むよう見張っててくれって。まるで囚人ね。お前はいつも大したことないと言うが、まさにそういう大したことないことが お前を宿で休ませたとしよう。アビスの襲撃を知らせる警報が鳴ったら絶対に宿から出ないって約束するわ。ほう、わかった。お姉ちゃんの言う通りだわ。医者としてどんな状況でも患者さんを放っておくわけにはいかないの。情けないけどその通りね。ひひ初めて会った時お前必死になってチャスカを止めてたもんな。私は医者よ。危険を顧みずに無茶する人がいたら。なら私の心配も分かってくれ。医者と患者よりも近しい関係じゃないか。お前たちやっぱり似てるな。どこがだ。私は常にリスクと代償を把握している。冗談じゃないわよ。お姉ちゃんたらあるのは根拠のない自信だけで。おい、あら、そう？ストップストップ。気にするな、パイモン。喧嘩もコミュニケーションのうちだ。そうそう、これまでお姉ちゃんからはいくつも学ばせてもらったわ。ま、家族だからしょうがないけど。引っかかる言い方だな。これってどちらかが妥協しない限り、いつまでも私たちは平行線だ。そういうこと。お姉ちゃんが白旗をあげるまで好きにしろ。さ、そろそろ帰ろう。じゃあまたな。問題がなければすぐ戻ってくる。そこまで急がなくても。またね。
旅人パイモ。あいつらすぐに仲直りするんだろうな。いろいろ情報も集まってきたし。ごめんごめん。気まずそうな顔してどうしたんだよ。じゃあ休憩を邪魔しちゃったお詫びに、今度炭焼きステーキをおごるから。シジナなんて大げさよ。私たち友達なんでしょ。おう、オロルンの魂が不完全だって話をしてた。お前と別れた後さ、オロルンは隊長のところに戻ったんじゃないかって旅人と話してたんだ。ええ、その推測は正しい。オロルンが帰ってきたの。しかもあの子ったら命縁の主の拠点防衛戦にも参加したのよ。え、帰ってきたのか。計画から手を引いてって言ったけど聞く耳を持ってくれなかった。今回帰ってきたのは命縁の主のためなんですって。捕まえなかったのか。激しい防衛戦の真っ最中だったし、敵から部族を守ることで精一杯で、それにあの子も私を警戒して距離を取ってた。はあ、ばあちゃんって呼ばれてるくせに結局何の役にも立てなかったわ。元気出せよ。あいつにとってお前と名演の主のみんなは家族なんだろ。そうね。今回あの子の姿を見てふと思い出した。あの子は名演の主の子供で、ナタの子供なんだもの。それに私の弟子だもの。ってことは、ほら、オロルンの魂は不完全でしょ。だからあの子の魂が安定するようにお守りを持たせてあげてるの。効果を発揮するのはお守りにはめ込んである宝石なのよね。そろそろ取り替えなきゃいけない頃なんだけど、あの子に近づく術がないでしょ。だから、あ、イファってわかる？え？知らない？地元事情を知らないイファは素直に預かってくれたわ。オロルンは袋から宝石を取り出して、きっと宝石に細工されてるって疑うでしょうね。でも正解は袋の方。袋に触れた瞬間、そんなこともできるのか。私だからこそできることだけどね。あの子が君の魂を八神の国に引きずり込んだ時の術だって、私にかかればちょちょいのちょいなんだから。つまりこの中にはオロルンの記憶が入ってるのか。ふん、私と駆け引きだなんて。さすがグラスバーバー。早くあいつが考えてることを覗いてみようぜ。そうよ、真相を突き止めたらこっぴどく叱ってやるんだから。ねえ、こんなおばあちゃんやっぱり、難しいな。おいらにはおばあちゃんなんていないし。なんて頼りない家族なんだろうってつくづく情けなくなるわ。でも今を逃せば500歳になっても今日の光景が夢に出てきてムカつきながら目覚める。私に怖いものなんてあると。でももしもこのチャンスをものにできなかったせいでオロルンに何かあったら、だから真相を明らかにしないと。私は平気だって。おばあちゃんが孫を守るのは当たり前でしょ。一人で大丈夫か。え、来てくれるの。おう、オイラたちにも理由はあるしな。例えば君たち、よーし一緒に行きましょう。おう、安心しろ。うん、そのプロ根性が大事よ。じゃあこれからあの子の記憶にこっそり潜り込むからね。こうするしかない状況だったってこと。準備はいい？君たちこのところぐんぐん育ってるな。
それからイファは君を場所ばかり取っているというけど、僕からしたら君は立派な木だ。よう、オロロン、元気か？おかんびおちさん、元気だよ。相変わらずさ、また野菜たちに名前をつけてやってたのか。いや、ただの世間話だよ。それは面白い。で、野菜たちはなんて？もうすぐおじさんが来るって。あと、野菜と果物を持たせてあげてねとも言われた。それはそれは、またうまいもんをくれるのか。ああ、そうだ、昨日イファに会ったんだが、あいつの預かってたチャスカの竜がお前の大根畑を荒らしちまったそう。してないよ。でもどんな手段を使ってでも、イフ、おじさんの分はもう包んであるよ。どうぞ。本当に俺が来るって分かったのか？そりゃすごいな。明煙を灯すと幻影の中に道が見えるというから。じゃあ最近突然出てきたあいつらも見たか？突然？いや、見ていない。ハデュイが来たんだ。お偉いさんらしき奴は見るからにすごいオーラを放ってた。見かけたら気をつけろよ。名園の主のもののようだな。なぜこんなところに一人で暮らす？離れた場所で静かに暮らすのが好きだ。君がファデュイのお偉いさんか？そう表現しても間違いではないな。人を探しているのだ。お前も耳にしたことがあるかもしれん。ばあちゃん？よそ者が一体なぜ？ああ、聞いたことはある。彼女に何か用か？情報を隠そうとしているな。お前に聞いても仕方がなさそうだ。見透かされている。こうも簡単に諦めるのか？待て、シトラリを探している理由を教えてくれ。それは言えんな。自分のやり方で探させてもらう。一体なぜ？まさかファディとばあちゃんの間に何か企んでいるのかもしれない。ついていって確かめないと。地脈の観察と探査をしながらばあちゃんの情報を集めているようだ。何も好転の兆しが見えない。エンジンは約束を守らなかったということだな。大将様。ん？大した脅威ではない。僕がつけてきたのに気づきながら。ガン、あいつがとてつもなく強いということはわかる。でもどうした？すみません、急にめまいが。地脈が乱れたせいで外にいてはいけないものが未だうろついているらしいな。待て、なぜ名園の主の不術を？しかも溢れ出した魂を地脈に送り返した。至難とも言える技を、いとも簡単に。ばあちゃんを探している理由とも。だいぶ良くなりました。気にするな。引き続き情報を集めろ。常に警戒を怠るな。が、勝敗にこだわってはならない。はっ。ファデュイもアビスの力と戦っている。あれからずっと後をつけてるけど、あいつら僕のことなんてまるで眼中にない。部下からは隊長と呼ばれているようだが、聞いたことのない名前だ。ここは競技場の近くだが。二人は俺についてこい。残りの者は計画通り待機だ。競技場に入るのか？でも中にはエンジン様が。隊長様、無礼を承知でもう一度確認させてください。傍観は終わりだ。そろそろバトンを渡してもらわねばな。
ナタに残された時間はそう長くない。かしこまりました。ためらいもなく競技場へ入っていった。くっ、互角だ。このままでは勝負なんてつきそうもない。これは地脈の近くでも同じ気配がした。微弱だが魂が溢れ出している気配だ。ばあちゃんを探していたのはそのためか。あいつが死んだら手が…まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。無理するな。円陣と張り合えたのは君が初めてだ。やれやれ、手を出すには最悪のタイミングだと思わなかったのか。後をつけられていることはとっくに分かっていただろう。なぜ手を打たなかった？森の中を歩いていると野獣に遭遇することがある。がどんな奴にも飛びかかってくる勇気があるわけではない。だがその野獣に君は助けられた。何が欲しい？何かが欲しくて助けたわけではない。僕の魂は人よりも敏感だから、血脈が弱っているのはひしひしとわかる。エンジン様がどんな対策を取っているのか知らないが、君がエンジン様に突きつけた問いはそんな僕の心の声を代弁していたように感じた。なるほど。隠し事が得意なだけではないらしい。分かっている。もう後戻りはできない。君を助けたことで競技場で公然とエンジンに挑んだ君を得意の術で助けた。僕は君と同じ船に乗ってしまったんだ。俺の意見を聞くつもりは毛頭ないようだな。今さらそんなことを言ったって手遅れだ。ことの発端から教えてくれ。その前にお前は誰だ？あの時の反応からして彼女を知っているな。シトラリは僕の家族で。ほう。彼女を守りたいなら俺がエンジンの手で死んだ方が都合が良かったのではないのか。だが僕はナタの現状を変えたいと思っている。自分の手で何か成し遂げたいんだ。変わり者か。名演の主に伝説のグラスバーバがいるということは誰もが知っている。大霊ヤガミの国な。お前の知るべき範疇かどうかは。僕に命を助けられたことを忘れるな。ファデュイが恩知らずな輩だとしたら。人は嘘をつくが魂は違う。僕が感じ取った限り、お前は確かに名演の主のものだ。請求に結論を出してしまったことを詫びよう。では行こう。お前が計画に参加するに足る器であるかどうか。そんな方法があるとは。試してみる価値はある。ああ。ズタズタになった地脈を網を編む方法で守るのではなく、地脈の再構築か。うわあ！旅人、パイモン、大丈夫？ちょっとクラクラするけど、平気平気。でも激おこよ。あの子ったら、やっぱり昔のことを負い目みたいに思ってるのね。
みんなに助けられて生きてきたからって恩返ししなきゃとか思ってるんでしょ。そんなくだらない思い込みで私のことまで避け続けて、羽が生え揃ったからって好き勝手できるとでも思ってるのかしら。そんな風に育てた覚えなんてないわ。二度とあんな真似させないから。二人とも頑固なところはさすが家族って感じだな。それ褒めてるつ話を戻すけど、ああ隊長のやつ地脈を再構築するとか言ってたぞ。本気なのか。でも再構築って一体どういう意味だ。運命のショッキー。説明するのはちょっと難しいけど、とにかく地脈がいじられたらナタのみんなが影響を受けるだろ。つまり隊長は最初から最後まで嘘はついてないってことね。なんで隊長はそこまでしてナタを救おうとしてくれてるんだ。うん、一刻も早くね。旅人、パイモン、それにシトラリー。え、本当か。よかったぜ。実はこっちもさっきオロルンの記憶を盗み見たんだけど、いや盗み見じゃなくて。落ち着いてパイモン、私から説明するわ。そうか、地脈を再構築するために彼が動き始めたということは目的を達成する確実な方法を見つけたに違いない。すぐに止めなければ。その再構築って危ないことなのか。ああ、修復と違って再構築は地脈に現存する全てを捨てることになる。装置が起動したら手の打ちようがなくなる。急いで人手を集めよう。こんな状況だけど。キニチ、シロネンに君たち、それから私だ。それだけかよ。お前は力を失ったんだろ。それでも隊長にはかなわないだろうな。それから名園の主の守備網を至急強化しなければならない。ええ、何を優先すべきかは分かるもの。オロルンのことはオイラたちの方で何とかするから。ありがとう、よろしくね。先ほどの話の続きだが、必ずしも隊長を倒す必要はない。私に一つ案がある。現状オロルンは隊長と行動を共にしている。隊長が凄まじい力の持ち主であることは事実だが、彼らの計画の鍵となるのは非現装置だ。こちらの強みを生かし手分けして装置を壊せば目標は達成できる。私も一緒に行こう。もし正面衝突が避けられなくなったら私が隊長の足止めをする。待ってください、それには賛成できません。エンジン様は皆キーニチに賛成。うちまずは計画を聞いてくれ。キーニチ、ファデュイの防衛線を正面から突破するよう隊長が最前線にいる可能性はない。彼ほどの老練な戦士なら装置に近い場所に陣取って騒ぎを起こして奴を引き離すということですか。いや、ファデュイの主戦力を正門に集中させるのが狙いだ。こちらは少人数。シロネン、古代遺跡の周りに装置に近づくためのトンネルを掘ってほしい。なるほど。となると作戦の成功はシロネンの手にかかっているわけですね。その通りだ。だから私と旅人もシロネンに同行する。キーニチほど騒ぎを起こすのにふさわしい人材はいない。お任せください。了解、早速行こう。敵陣に入ったら油断しないようにね。うちらにとってあんたは重要な存在だからね。心遣い感謝する。慎重を期すると約束しよう。Thank you.
ここだ。彼らが作ったトンネルは大勢のファリュイが見張っている場所の向こう側にあるはずだ。周囲の山のどこからでも切り込めるっぽいけど、ヤブをつつきたくなきゃ迂回して横から回り込んだ方が良さそうだね。計画通り、正面は俺とアハウにお任せください。山の側面は見張りがまばらだ。兵隊に知らせが渡る前に。どうだシロネ、行けそうか？うん、任せて。中が覗けるぞ。よし、この調子。この先は危険かもしれないから。分かった、気をつけろよ。ファリュイが兵力を一箇所だけに集中させているということはないだろう。内側にも守衛がいるはずだ。警戒を怠るな。マーリアが床をぶち抜いたの、すっごくかっこよかったよな。うん、こだまの子でもプロ並みのレベルだったよ。あそこがファリュイのトンネルらしいな。迂回して横から入り込もう。裁きの怒り。すなわち永遠なり。せっ、やっ、はっ、誰だか。名園の主の不術、オロルンの仕業か。イニシエの時代の円盤だ。復元してみよう。これらの装置を使って円盤を操作するのかな。試してみようぜ。慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと。
ここは。やっぱりここにいたぞ。隊長もいる。兵力があっちに偏っててよかった。やっぱり来たな。ほう、エンジンは正面突破を好むたちかと思った。問題ない、こっちの方が早い。やめろ、もう遅い。止めないと。させるか。声がした。今の甲高い音はなんだ。今だ、装置を止めて。オラル、なんで突然。動きが速くなった。オラルンってこんなに強かったっけ。ふっ、シロデン。ここまでだ。か、え、おかしいな。オロルンではないな。お前は誰だ。長官、お前は。私のことを覚えてくださっていたのですね。なんと嬉しい。しかし、よし、止まったぞ。やはりこうなりましたか。一瞬沸き起こった正義感のせいでチャンスを逃す。ちょっと待った、声が違うぞ。まさかホロルのやつ。他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。どうか目標を成し遂げてください。こんなところでお前に会えるとは。しかし残念ながら、仲間を見捨てるなど。命運尽きたもののことなどお気になさってどうするのです。まともな魂すら持っていないのですから。僕がもうすぐ死ぬだと。先ほどの声が原因か。装置を起動した後、地下に一体何が。ああ、おお、オロルンじゃないか。今日は何が食べたい。浮かない顔をして。まだあのことを気にしているのかい。さ、本当はみんな僕に救世主になってほしかったんだろう。救世主、はあ、聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。おや、オロルンじゃないの。お座りなさい。他に食べたいものはない。ミートローフなんてどう。この前クイミばあちゃんが作ってくれたキノコのスパイス焼きが食べたいな。あら、あれが気に入ったの。あれも実はあなたの料理じゃないのよ。オロルンは商売に向いてるかもね。商人？オロルンは素直すぎて無感だろ。あら、優しい子の方がいいのよ。救世主なんて存在しないとみんなは言うけど、自分が犠牲になるべきだなんて思ってないけど、もしあの時うまくいったら、世界はもっと良くなったんだろうか。オロルン、何ぼーっとしてるの。終わったよ。でもこんな勉強で本当にばあちゃんみたいにすごい人になれるのかな。無理に決まってるでしょ。君のばあちゃんは普通じゃないんだもの。なるほど、ばあちゃんは天才なんだね。ま、そうとも言えるかしら。長く生きすぎたせいで、人が学びたがらないことまで身につけちゃっただけかもしれないけどね。女性に年齢を聞くのは失礼よ。わかった、別に聞いてないけど。
明日は休みにしましょう。あ、宿題はしなくていいの？出世なんてしなくていい。私みたいにすごくなったところで、部族の人はみんな私を怖がってる。楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから自分のやりたいことをやりなさい。きっとばあちゃんは僕のことを気遣ってそう言ってくれたんだろう。けどこれまで僕は無理なんかしたことはない。おい、また野菜の世話か。水をやりすぎると大根の根が腐っちまうぞ。ミツムシを見ていた。それで何か分かったか。今朝ミツムシが何匹か落ちていた。それは気の毒に。今年はミツムシの数が減るか。イファ、獣医って面白いか。面白いってもな、そっちこそ野菜の栽培なんて面白いのか。まあまあかな。他にやらなきゃいけないこともないから。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。やれやれ、また暴れ出しやがった。おい、部屋に入って手を貸してくれ。獣医は面白くないんじゃなかったのか。知恵と武力を駆使してこいつらとやり合うのだけはなかなか面白いぞ。イファが本当のことを言わなかったのは僕への気遣いか。自分の能力にそぐわないことをしたら死ぬ。不安定な魂しか持っていないのに、今日まで生きながらえてきたのはみんなのおかげだ。最初から僕は不完全な存在だった。あがいてどうする。お前のような存在は生まれてきたこと自体奇跡だったのだ。ただ目を閉じて静かに死を待てばいい。君はさっき突然現れたやつだな。俺は戦士だ。お前みたいな臆病者とは天と地の差だな。僕は臆病者じゃない。ただの、その通り。だからお前の妄想は笑い話でしかない。無能な人間。救世主？はあ、聞こえはいいが。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。何かを成し遂げなきゃいけないのは、楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから自分のやりたいことをやりなさい。だがこのまま負けを認めたくない。オロル、大丈夫だ。俺たちに任せろ。毎回みんなが出発した後、僕はその場に立ち尽くすしかなかった。心配するなって、エンジン様のご加護があるんだ。戦闘能力に長けた精鋭たちはみんな前線で戦っている。俺たちはみんないずれ消えてなくなるが、お前は俺より早く死ぬ。お前の魂が砕け散ったら少しだけその体を使わせてもらう。長官に最後の忠誠を尽くしたいのでな。いや違う、理不尽だ。僕はまだ何も役に立つようなことをしていない。僕は君より先に消えたりしないし、運命を受け入れるつもりもない。こんな時に死ねない。いや死にたくない。オロル、この声は。意識をしっかり保ち、自分の足で立てると信じろ。僕は目が覚めた。オロルンのやつ生きてるぞ。よくやった。本来ならありえないことを君は見事にやり遂げた。ありえないこと。まだ話はするな。体の方に意識を集中しろ。ああ体調がこう出てくるなんてね。オロルンのことを仲間だと思ってるのか。だいぶ魂の傷について語るのは難しいが、君は危うく苦痛に飲み込まれるところだった。もう大丈夫なようだな。いろいろとご迷惑をおかけして申し訳ない。
その話はまた後にしよう。計画は失敗か。あと一歩だったのにな。お前から受けた恩はこれで総裁だ。オロルン、君はあの儀式で犠牲になりたかったわけではあるまい。しかし君は諦めていなかった。答えが欲しいのです。僕がここに存在し、みんなに助けられ、英雄になる運命を背負って生まれる者などいません。しかし生まれながらにして優遇されるべき者もいません。その答えが出てきたようだぞ。君は私の名を受け継いで、名園の主の英雄として戦うことになる。実に面白い。君は人々が思ってたような人間じゃなかったが、私だってそうさ。自分が英雄になれるだなんて思っ…さあ、自分の名前を思い出してごらん。僕の故名は…ビティ。献身という意味だ。死ぬために生きていくんじゃなく、君が見つけた答えに、その名のために君は力を捧げ生まれ変わる。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び歌う。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して最後の歌を聴かせよう。久しぶりだな、サンハジ。彼を認めてくれたこと感謝する。あなたの計画が一歩前進するところを見られて嬉しいわ。誰の声だ。やはり八神が目覚めたか。私は魂の国を管理する者。わずかな力しか残っていないから。だけど今日この装置で呼び起こされた時、本能を抑えきれず、あなたたちの魂は完全だから影響は少なかったでしょうけれど、不完全な彼の魂は、でも彼は自身の意志で魂を守り抜き、なんとか危機を乗り越えた。オロルンがおかしな行動に出たのも。それだけではないわ。影響を受けたもう一つの魂があった。でもナタやヤガミの国の魂じゃなかったわ。この非現装置は地脈を再構築するためのものだが、なぜなら私こそがかつてナタの地脈。はるか昔、竜と降臨者の戦いで世界の境界線が破壊され、アビスが侵入を始めた。ここに住むナタ人を助けるため、ヤガミは古い地脈のかけらを統合し、その脈を再構築した。その後初代のエンジンシュバラン家がその体制を強化し、アビスに対抗するためのルールを制定した。つまり今に受け継がれている半言の歌と。そうだったのか。あ、そういえば確か天空から力を借り受けたって、ま、この装置は古代の巨竜が地脈の強化を図るべく、当時その方法は決して有効とは言えなかったわ。それに地脈の構造は随分前に変わり果ててしまった。それにやり方は荒っぽいし、激しい苦痛に耐えなければいけないけど、例えば自分の存在を完全に消す代わりに。なんでそこまでしてくれるんだ。私はナタの民に崇められ、ヤガミという名を与えられたけど、その昔私たちは消え去る前、あなたたち冒険者にとってより馴染みがあるのは
私たちが退化した後の姿。道理で洗礼があちこちにいるわけだな。ナタに残っていた天の使いはもともと数少なく、今の人類は日々強く生き、私を信仰してくれている。マービカ、シュバラン家の意志の継承者。数々の誤解はあれど、私はついに目覚め、ファデュイ執行官と名演の主の英雄からも力を与えられた。あなたの命さえあれば、私は数千年前と同じように、ナタの民のため、あなたは首を縦に振るだけでいい。そうはさせない。大規模な再構築の後、君は完全に消え去ってしまう。そうなれば、八神の国を元に築かれたナタのルールも消えてしまうだろう。古い地脈に記録された記憶や伝説も抹消され、ナタ人は様々な精神的な問題、記憶喪失や混乱、神の心を使って魂と記憶で網を編む方法と同じく、代償などよりも命の継続こそが重要だ。もしその後はどうなる。新しく構築された地脈が再びアビスに侵入された時、八神とルールの庇護を失ったこの地がいつまで存続できる。一日でも二日でも生き延びるだけ意味はある。大規模な犠牲を払ってからでないと、そのことがわからないのか。犠牲だなんて、まだそこまでひどくないんじゃないのか。俺はカーンルイアの生存者だからだ。あえ、カーンルイア。ああ、家族、戦友、同胞、心に刻まれた傷は500年経ってもなお昨日のことのように生々しい。マービカ、お前も似たような経験をした。ああ、苦痛と後悔に打ちひしがれる日々。もしあの時に戻れたならば、俺は虚しい希望などにすがることなく、その選択肢が今目の前にあるというのに。私たちにはその決断を下す権利がないからだ。私たちがこの世界を愛するのは、この世界によって自分たちの幸せや感動が記録され、記憶と歴史を手放せば全ての人の認識は上書きされる。体こそ同じだが全く別人になってしまうのだ。時が経てば新たな文明は出来上がる。だが同じ鉄を踏む可能性もある。再びアビスに襲われ。少しいいだろうか。僕はみんなの期待を背負い、それに応えたい一心で焦りを募らせていた。だから、しかし命の瀬戸際で記憶の中の人や出来事が蘇り、これまで多くの人から恩恵を受けてきた過去を忘れることも、献身という使命を手放すこともできないと。先へ進むか、帰路につくか、どちらにせよたどり着かなければならない場所がある。そうだね。ナタの英雄は自らの命を賭してアビスと戦う意志を示してくれた。だからこそこの全てに価値があるし、勝利につながってるんだと思う。そうだぞ。だってあと一人だろ。装置から得た力のおかげでしばらくは意識を保てるわ。準備を整えてここで待っているから、たとえあなたたちの試みが再び失敗したとしても。でも覚えておいて、人類は天上の神までもが刮目するほどの存在。君が皆を救いたいと強く願うのは、この土地の状況が人事だと思えないからだろう。君が救いたいのはこの土地と民。うん、お前の意見が聞きたいみたいだぞ。うん、オロルンが英雄の記憶を受け継いだ今、残るはあと一人となった。
お前の計画が成功するならば、それまでの間、俺と俺の率いるファディも協力しよう。感謝する。これほど影響力のある執行官にご協力いただけるとは。命に対しての君と私の考えが重なることはおそらく永遠にないだろう。外じゃまだ戦ってるはずだから、早く止めに行かないと。おう、そうだったな。早く状況を説明してやらないと。あ、そっか。外のことは僕たちに任せてくれ。後で競技場で落ち合おう。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。ご本人、ええ、もちろん知っているわ。小玉の子の職人さんがまだ何も言ってきてないけど、でも心配はいらないわ。夢の中で彼女たちに会って。少女？ええ、違うの。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていたことでしょう。テイワットの原初の力である元素、それをもとに天理が改造した産物が元素力よ。公開の力と沈海の力について聞いたことはあるかしら。光を屈折させると7つの色に分かれるでしょ。ここに来る間、いろんな疑問を。その概念は初耳だわ。地脈を織りなし、私でさえ無から有を生み出すことはできないわ。再構築といっても、もしナタ人がその力を扱えるようになったら、ここに来る間、はじめに、あの方たちは名前を呼ばれるのが好きじゃないわ。けれど、私が死の姿勢とお呼びしている方は、ナタのためのルール作りに手を貸してくださったわ。それは彼女の愛の表れであり、償いの形でもあった。けれど影からしたら、彼女それ以降死の姿勢は半ば自暴自棄になってしまって、誰に何を言われようとどうでもよくなった。自暴自棄。できれば私がその言葉を使ったことを内緒にしてくれるかしら。ここに来る間、いろんな疑問を抱えていた。改めてファデュイの協力を歓迎する。共通の敵を前に、礼儀作法など細かい部分は置いておき、オロルンがルールに背いた行動を取ったのは事実だが、この場で問いただすつもりはない。寛大な措置に感謝する。戻ってきたぞ。おお、お前たちが仲良く並んで話してるとこって、なんか実に予想外の展開だったが、幸いことは望ましい方へと向かっている。君たちも来たことだし、ちょうどいい機会だ。いくつか疑問に答えてもらえるだろうか。神の心を手に入れる計画が行き詰まり、俺は部下たちに命じな。その結果、数名の学術に長けた者にたどり着いた。全く聞き覚えのない名だな。学者を集めて調査を行った際、名簿に漏れはなかったはずだが。それはいささか妙だな。しかしいずれにせよ、ああ、少なくとも予備プラン、神の心を使うより時間を稼ぐ方法が見つかった。代償は重いが、こちらにもう抵抗の余力がなくなった時、このプランによって少なくとも何かを残すことはできるはずだ。でもみんなが過去を忘れちゃうなんて、なんか悲しいぞ。そういえば神の心にそんな使い方があるってお前はどうやって知ったんだ？それに答えるには、あの災いが起きた500年前に遡る必要がある。あの時カーン・ルイアを救えなかった俺は、残りわずかな隊員を連れ、暴走したアビスの魔物と戦いながら撤退を続け、だが同じ惨劇がナタでも起きていた。俺はここでも長く戦うことになったんだ。当時の人々からすれば、
カーン・ルイア人は災いの元凶だったはずだ。軍人たるもの、戦場に身を置いた以上、勝利をつかみに行くべきである。俺たちは数々の困難を乗り越え、共に戦った。だが結局アイズは、アイズだったのか。ああ、彼ならその方法を知っている。実際災いが起きる前からな、君がアイズと知り合いなら、ましてやあの時ナタで戦ったことがあるなら、ああその仮面のせいか。仮面の下の顔も、もう元とは違うものになってしまったがな。え？でも、ダインってやつを知ってるか？あいつは見た感じ。あいつに会ったのか？うん、何度も会ったことあるぜ。カーン・ルイア時代、彼に対する印象は名前ぐらいだったが、最後に会った時、王子様と共に旅をしていた。彼の背負う憎しみや苦しみは、俺よりもはるかに重いものだろう。ああ、俺の本来の身分からして、王子様の血縁者であるお前を傷つけたくはなかった。だが、これは俺の独りよがりだ。それに、今の王子様が俺の前に立っても、ダイン・スレイブがどんな方法で肉体の老化を遅らせたのかは知らないが、俺の方は、顔だけでなく、体力も昔と比べてだいぶ落ちている。そうは見受けられないがな。少なくとも先日手合わせした時の君の強さは。負けは負けだ。褒められる言われはない。ただ500年前にお前と真っ向勝負する機会がなかったことは同感だ。もしそうなったら私も全力を出しただろう。あんなに激しい戦いだったのに、お前ら二人ともフルパワーじゃなかったのかよ。双方の実力は大差ないと思っている。もし最後まで戦っていたら、ま、競技場にいる人々を巻き込まないためにお前は手加減していたのだろう。俺の目的は神の心だけ。それを手に入れられなかったのだから。女皇様は全ての執行官が自身の目的を追求することと、しかるべき時、命令よりも個人を優先することを許している。執行官たちが女皇様に忠誠を尽くし、こたびの最優先事項はナタを救うこと。当初は神の心を手に入れてナタを救い、神の心を渡すことはできないが、まあこの話は一旦置いておき。そういえば、もし6人の英雄が揃ったら何が起きるんだ？ああ、神倉にはアビスに対抗する強大な力が秘められている。ロノバはどの魔人よりも古くから存在し、天理の意志を代表する使者の一人。なるほど、だから反魂の歌があるわけだな。ああ、ナタのルールが誕生したのも、前にも話したことがあるが、人類が神倉につく栄誉を授かった瞬間、死の失政の力も同じ原理なんだが、ただ受け皿が耐えられるかどうかを考慮しない。すなわち、その力を授かっても誰もが耐えられるわけではないのだ。だが、その試練を耐え抜いた暁には、これまでにない力を手に入れ、聞いた感じ、ここに至るまでどの一歩も絶対に安全とは言い難いものだったろ。ムアラには八神の国の汚染地帯に飛び込み、オロルンは、なら私も皆の期待に応え、己の責務を果たさなければならない。ああ、指導者としての務めと言えよう。重苦しい話はここまでにしよう。二人とも疲れているはずだ。アビスもオロルンの身に起きた変化を感じ取ったはずだ。だな。そう言われると、帰って休もうぜ。あまり動かないで。傷口が塞がってないから。魔物がどんどん増えてきてますけど、確かに妙な感じ。みんなくれぐれも気をつけてね。アビスって弱者にしか手を出す度胸がないし。あ、すぐ行くよ。お、どうしたんだ？
友達か。じゃ、俺は先に行ってるよ。驚いたか？あんぐらいへでもねえぜ。心配してくれてたのか。だが実際の状況はこいつが言うほど甘くはなくてな。いつでも撤退できるよう準備はしてたが、まさかエンジン様と隊長が。まあ中でいろいろあってな。あ、何はともあれエンジン様の計画に一歩近づいたってことだ。だがまだまだ油断はできない。ちょうどさっき支部と一緒に出ようとしてたところなんだ。そっか。じゃあこれ以上引き止めないでおくぞ。おいチビニチ、出発するかどうかこの偉大なる清流クフルアハウの意見を聞いてねえだ。どれもダメ、焼き入れが足りない。武器と防具は命に関わるものだし、いくら生産量が多いからって品質は落とせない。ああ、別に攻めているわけじゃないよ。それにあんたらのレベルがこんなもんじゃないってのは知ってるし。シロネ、ここにいたのか。ん？あ、なんでもないよ。これは能力の問題じゃない。あまりに根を詰めすぎて逆に。そういうお前だって疲れてるだろ。安心して、うちにとっちゃ趣味みたいなもんだし。オロルン、ばあちゃん。ばあちゃん、思い詰めた顔してどうしたんだ。当然よ、自分が何をしたか分かってる。ごめん。逃げ道がないから謝るわけ。あの時もちゃんと謝りはしたよ。普通の人なら一生やらないことを君は平気でやってのけた。今さら私に謝っても無駄。分かった。ばあちゃん、弁明するつもりはない。今私が言ってることはすごく大事なことよ。真剣に聞いているし、でもたとえ自分の選択が間違っていて、別に自分の存在が特別だと思ったからじゃない。結局いろいろな問題が起きたことは事実だし、しかもイファには宝石まで届けてもらった。どういたしまして。イファに。分かった。ま、そこに関してはあんまり気にしなくていいけどね。全く気づかなかった。当たり前でしょ、伊達に年を取ってるわけじゃないのよ。それからもう一つ、今回の行動についてエンジン様と関係者が話し合った結果。あ、でもまあ結果的に君のやったことに全く意味がなかったわけじゃない。ばあちゃん、本当にそう思ってるのか。はあ、もちろん私の本心よ。こんな状況で褒められるなんて、昔だったらとっくに。ええ、ここからの話がまさにそれよ。足をへし折ってやるって旅人の前で誓ったからね。それは勘弁してほしいな。勘弁？ふーん。功績を持って罪を償うつもりだ。だから。わかった、少しだけ時間をあげる。君のお仕置きは経過観察の結果。あら、旅人とパイモン、奇遇ね。やっ、ストラリー。ええ、子供の面倒を見るのは超わかるぞ。この間はお礼を言う機会がなかったな。あ、わかった。時間があったらまた会いましょう。うん、暇を見つけて。他にやることがないならさっさと休もうぜ。準備はいい？オーケー。八神様に会いに行こう。八神の声が聞こえたのはここで合ってる？また眠りについてないといいんだけど。安心して、私はまだここにいるわ。弱りきった命にとって睡眠も体力を消耗することだから。休憩を邪魔して悪いね。さっきの場だと相談しにくいことがあって。ただ彼女はナタ人じゃない。だから八神の国には彼女に関する記録がなくて。なるほど。マービカは彼女のことをとても重要な人物だと思っているようね。あなたたちがここに来たのは
マービカの命令だけではないでしょう。忌憚のない言葉を聞かせてちょうだい。ここには誰もいない。うん、彼女は特別な存在。カチーナを助け、アビスの災いを食い止めるために駆け回ってくれた。でもナタはまだその恩を返せてないんだよ。もしコメイがなきゃ、彼女の命を守るためにはあなたの命を削らなければならない。もちろん。私も聞いたことある。コメイを作るには鍛造者の命を削らないといけないって。コメイを作ることの本質は想像にあるわ。でもそれらの概念が八神の国に溶け込むには時間が必要。新しい概念が完全に溶け込み、ただでさえ容易なことではないわ。ましてや異教の者のために古名を作るなんて。こうする価値があると思ったから。それにあとどれぐらいアビスを食い止められるか、この災いを乗り越えるために。だったらさ、何千何万の人の未来と引き換えにできるんなら、この命を削るのなんてどうってことない。命の終点に立ってこの瞬間を振り返っても悔いはないと思う。これがうちの使命で、バレカの名の意味だからね。そう、どんなに小さな可能性であっても懸命に手を伸ばすのね。シトラミ、あなたはどう？焦りと不安に駆られているのは。そんなことまでわかるの？見てはいけないもの。マービカ様の計画は時間がかかるし、不確定要素が多すぎる。名園の主には未来の暗示を除く儀式が伝わってる。ただそれをエンジン様に使うのはた。でもそのタブーを犯したんだ。し、はあ、今の計画の要はシュバラン家が死の姿勢から授かった力を、あの方の力と引き換えるための代償なのだから。マービカはこのアビスとの戦いで死ぬの？ええ。そんな未来を見てしまった以上、指をくわえて傍観するわけにはいかないでしょ。だから旅人、あるいは降臨者の力が必要なの。シトラリ、人は死ぬことも運命の一部のように思えるけど、実は死と運命の本質は違うのよ。運命は未来で起きることの予告だから、時間、場所、筋書きは決まっている。死の姿勢の力を得られれば、マービカはアビスという難敵を乗り越えられるわ。死の姿勢は死ぬ時期や形こそ気にしないけど、もしかしたら死のタイミングは運命に左右されるかもしれない。死のタイミングは変えられるけど、その結果は変えられないってこと？残念ながらその点に関してはどうしようもできないわ。このことはマービカ様も知ってるのよね？え、とっくに知っているはずよ。私は受け入れられない。マービカ様ってすごく強いでしょ。そんなエンジン様があっさり死を受け入れるわけがない。旅人とエンジン様はどことなく雰囲気が似てるの。だから賭けに出ようと思ってね。ええ、望みは薄いけど、それを見られるのを楽しみにしているわね。私に残された時間はもうほんのわずか。八神様、人類は君の貢献を忘れてない。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。どれくらい長く生きられたら満足と言えるのでしょう。いつか八神の国は消え、人類はまた共にアビスに立ち向かうことになるでしょう。もしも明日が世界の終わりだとしても、人類は懸命に今日を生きる。そうね。ええ、こういう時は本当に羨ましいわ。私の創造者の目に狂いはなかったわ。これを受け取りなさい、私からのプレゼントよ。私の意志の一部であり、あの旅人がこの土地で経験することを記録できるわ。これがあればあなたたちの望み通り
彼女のために湖面を作れる。礼を言うよ。弱ってるあんたにさらに負担をかけさせちゃったね。本当にありがとう。気にしないで。天の使いにとってはもうすぐ暗くなるわ。あれ、シロネンにシトラリじゃないか。今日は随分と早起きだな。夕べ八神様に会いに行ったらこれをもらってさ。覚えてる？あんたたちの古名が作れない理由はその経歴が八神の国に記録されてないからだって。それを解決するためにこれを身につけてナタのいろんな場所を旅したり冒険したりすればいいの。そうすれば。本当か？オイラにも見せてくれ。不安定な媒質からできてて、映っているのは八神様の意志そのものなの。映ってる内容を覚える必要はないよ。確認したくなったらバッグから取り出せばいいからね。おお、すごく便利だな。しかも軽いし場所も取らなそうだぞ。こんなすごいものを持ってきてくれるなんてな。あ、確かに。心配しないで大丈夫。昨日八神様の話をあんたらも聞いたっしょ。ナタのために自分を犠牲にしてまで地脈を立て直そうとする存在が。そうよ。じゃあ遠慮なくいただくぜ。あ、ここにいたんだ。アビスがまた襲撃してきて魔物が多いし、そこかしこから湧いてくるみたい。早すぎない？のんびり話してる暇はなさそうだぞ。ああ、わかった。この2カ所には速やかに支援を手配しよう。その他の場所はどこも辺境で、人もほぼ皆無。承知いたしました。すぐに伝達いたします。待たせたね。今どんな感じ？またアビスが現れたって聞いたけど。ああ、状況は芳しくない。これまではアビスの魔物が散発的にばらけて現れていたため。範囲は？どの地域が襲撃を受けてるの？ナタ全域だ。競技場周辺のみならず、遠く離れた北条の国からも。これもまさか何かの兆し？対応しきれなくなるのも時間の問題だろう。そこは理解している。今の私にはまだアビスと戦えるほどの力がない。つまり今は持ちこたえるしかないってことか？持久戦になるだろう。今最も気にかけるべきは、助けが必要なキャラバンと冒険者を救うためにすでに数多くの戦士たちが出発している。それなら私たちに任せてください。ああ、頼まれてくれるか。シロネンとカチーナは児玉の子近辺の拠点を支援してきてくれ。名園の主は聖火競技場から少し離れているし。ええ、任せてちょうだい。熱気球を用意した。それに乗って各々の目的地へ向かうといい。任務を終えたら各地を巡っているかがり木の民の伝達士に現状を伝えてくれ。各地の情報をもとに君たちの次の行動目標を決めていくつもりだ。了解。じゃあ善は急げってことで。みんな気をつけてね。で、オイラたちはどこに行けばいいんだ？伝達士からの情報によれば、一般人を競技場まで護送している小隊が、その小隊のことを任せたい。助かる。熱気球はそこだ。あっちを見ろ。助けが必要なのはあいつらのはずだ。行こうぜ。助かった。やっと救援が来てくれた。うわっ、
天理チョーク、いざ。来てくれてありがとう。魔物が次から次へと湧いてきたの。間に合ってよかったぜ。行きたいのは山々だけど、ちょっと荷車が襲われたせいで物資も落としてしまったし。今はそんなこと言ってる場合じゃないだろう。それくらい分かってるわよ。けど、いたいた、おい、見つけたぞ。なんだ、もう解決してたのか。助かったよ。これならすぐ次の場所に行けそう。他にも助けを必要としてる場所があるのか。ああ、ちょうどいい。今の戦況報告を渡しておこう。かがり木の民の伝達士たちが今ナタ全土を駆け巡り、この先もしかがり木の民の伝達士に会ったら。おう、ありがとな。見たところ実力は申し分なさそうだし、二手に分かれて行動しよう。けどよ、ここにいる人たちも助けが必要だろうし。私たちのことなら大丈夫よ。こちらの都合であなたたちの救援活動を遅らせるわけにはいかないわ。けどここに長居するのも危険だ。どうする？もう少しここでこいつらの手助けをするか。お前がどっちを選んでもオイラはついてくぞ。取り残された人はいないみたいだけど、アビスの魔物と戦ってる竜がいるぞ。早く助けに行こうぜ。あいつら可愛い竜たちにまで手を出すなんて。ファッションは私が定義する。ガンザン八九。もう安全だぞ。ほら、仲間のところに戻れ。なら、し、早く行け。ピコリともしないぞ。内容はかなり新しいものっぽいな。確かに。でもうっかり落っことしたって可能性もあるぞ。とにかくもう内容は確認したし。あれ、まだ動こうとしないな。どうする？戦況報告の情報通り。ここだ、早く助けに行こう。さばきのイカズ、いざ。天道、ここにある。剣女盤石。絹のような弱さだね。三尺の修正。天理チョーク。くるないに染まって散りなさい。来てくれて助かった。これでやっと一息つけそうだ。ああ、今のところまだ安全だ。でも集落にいきなり魔物が湧いたらどうするんだ？経験上アビスの魔物は生き物や戦闘に引き寄せられる傾向にある。だからわざと防衛線を集落から離…おっと、伝達士だ。よかった、ちょうど次の情報が必要だったんだ。我々は引き続きここを守り、ただ見ての通り戦いが終わったばかりで、もし急いでなかったら大変そうだな。そういえばこの近くに一つ怪しい、もし時間があったら一緒に来てもらえないか。助かるよ。
三山八九。見切りました。天道、ここにある。よっ、絹のような弱さね。難攻不落。協力に感謝する。近隣の脅威は一掃されたはずだ。現在、もし余力がありましたら。本当にかなりの人が集まってるな。それにむやみに外には出られないようにしてるみたいだ。状況はどんどん悪化してる。とにかくオイラたちもまだまだ頑張らないからな。よっ。難攻不落、天理チョーク。やっ。ファッションは私が定義する。よっ。あれ、ケイディちゃんか。ああ、お前らか。伝達師の仕事が一段落してな、様子を見に来たんだ。そうだぞ。人手が全然足りてないし、どこもかしこも危険なんだ。ああ、別に文句を言ってるわけじゃないぞ。へっ、現実逃避は弱虫の特権ってか。お前は黙ってろよ。まあ今回ばかりはアハウが正論だな。だが悪いことばかりじゃない。それにカガリギの民が集まり、ナタ全域の巡回をもう一度行う予定だ。その通りだぜ。ポンポン湧いてくる魔物にビビってたってしょ。エンジン様は精鋭を数人連れて洞窟に行っていた。上は魔物、下はマグマの危険な場所だ。以前のエンジン様ならともかく。だがまあ、余計な心配だったけどな。確かにあいつ自信満々だったもんな。エンジン様のおかげで足場の悪いところに大きな。いつまでくっちゃべってんだ。少し休憩するか。じゃあオイラたちも休憩しようぜ。オイラ、部屋にたくさん人が集まってるぞ。みんな避難しに来た人かな。あなたたち。でもダーゴは僕たちをここに護送してくれた後、あなたたちのおかげで私たちも医療物資を競技場に届けることができたわ。俺はもう恐怖に立ち向かう勇気を身につけた。でもまだ一つ疑問があってな。そうだといいな。そろそろ休むか。新しい戦況報告が届いた。状況が良くないな。見てみろ。どうやら俺らがいる場所も安全とは言えなそうだ。うわ、なんだ。またアクタレどものお出ましか。こんなところに現れるとはな。
はない。状況はひどくなる一方だ。まずはここを守り、民の安全を確保しよう。虚無と混沌、これがアビスか。今が最大の好機だと奴も理解しているようだ。成果はどうする？マービカがもう向かってる。破滅の具現化ってところか。どうやらこの漆黒の厄災は。何のんきに言ってんだよ。お前、まさかあれがアビスの力の根源か。今すぐ状況を確認しに行く。お前らは戦況報告にある場所に行ってくれ。あんな奴が現れた以上、事態は一刻を争う。いつも冷静なキイニチがあんなに焦るなんて。最悪が現実になっちゃったわけだし。あっちもこっちも魔物だらけだ。でもここには助けを必要とする人がいるって報告にあったよな。急いで魔物を倒そうぜ。三尺の修正。天道万象。逃げ道はありません。知った。無我の境地。ストップ。やっ。で、そこ。ストップ。やっ。物じゃなくて人間みたい。ありがとう。ここで一体何があったんだ。
さっきアビスの魔物に囲まれてたところを競技場からいきなり黒い炎が上がって大きな魔物が現れたのよ。ついに防衛戦も…ああ、競技場に行こう。ありがとう。このご恩は一生忘れないわ。ああ、そうだな。とりあえずこいつらを競技場まで送ろうぜ。ついでに情報の更新ができたらいいけど。裁きの雷。あっちも魔物、こっちも魔物、ここも魔物だらけじゃないか。魔物を倒して生存者がいるかどうか確認しよう。のような弱さね。やっ、へっ、へっ、ほっ、へい、天理チョーク、難攻不落、見切りました。神里流スイープ、はっ、やっ、へっ、へっ、紅に染まって散りなさい。よっ、裁きの雷。天道万象、剣女万弱、かなりいたはずだが。ここの人たちはどうしたんだ。私たちを守ってくれた戦士はみんな犠牲になってしまったよ。外に出ても残っていても。俺がもっと若けりゃ。そうだな、熱気球があるから。だが二人の行動に支障をきたすんじゃ。ここはとっくに魔物に占拠されてたはずじゃ。まあ、もどうした、ついてこい。もっと早く立ち上がって、人に頼るばかりじゃなく自分で自分を守っていたら。今からでも遅くはないはずだ。ああ、彼らのように私も最後まで戦おう。助けてくれたこと。うん、絶対絶対気をつけろよ。ああ、また魔物と竜の死体しかないぞ。ガンザンハチク、はっ、やっ、はっ、ファッションは私が定義する。はっ、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 天理チョーク、難攻不落、逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。見切りました。ひゅっ、天道ここにあり。
競技場で手に入れた情報によると、ここも苦戦してるみたいだ。早く助けに行こう。何？ガンザン八九。やっ、キールのような弱さ。三尺の修正。よっしよっとっとし天理チョーク。ファッションは私が定義する。総流水泳せっダダコン。面目ないな、2回もお前らの手を借りることになるとは。この間いろいろと助けてくれたおかげで、あのでかいやつが現れた後も。だが今の状況じゃこの拠点は諦めるしかなさそうだ。そうだな、一箇所に集まった方がいいと思うぞ。ああ、では撤退の準備を始めるとしよう。このまま戦いに参加する気なら状況をまとめるとこんな感じだ。今のところ小玉のこの戦力は足りてる。さて、このまま戦う者は意思を示せ。状況は十分に説明したはずだが、ナタが滅んでしまったらどこを家と呼べばいいの？俺らが望むもんは全て自分の力で勝ち取らねえとな。そうか、ナタのために。ナタのために。見ての通りだ。これから全員小玉の子に向かって。その気合を見てオイラもちょっと安心したぜ。ああ安心しろ。余順者の戦争に参加する気でアビスを全て駆逐してみせるさ。え、あの悪いやつまた変なものを落としてるぞ。あの方角は流線の州だな。あそこは一度アビスの侵攻を受けたせいで防御が。まずいぞ、状況を確認しに行こうぜ。そんな。難攻不落。天道ここにある。魔物がいっぱいいる。なんて数だ。こんな光景見たことないぞ。逃げ道はありません。
ことはないよ、パイモン。私たちは絶対に勝ってみせるから。見切りました。剣女盤石はっ。紅に染まって散りなさい。天理チョーク難攻不落。総流水泳の目を持った人がいれば普通のアビスの凶門くらいは対処できるが、さすがにこんなもんは見たことない。まるで空にいるあのでっかいやつの一部みたいだ。どうやらあれにはアビスの凶門を生み出す力があるらしい。守りを固めるでも勝ちを取りに行くでもなく、それにアビスの力の根源はやはり成果を忌避しているようです。エンジン様があそこを守ってくれています。お、これって水とちょっとした菓子だ。受け取れ。顔色が悪いしかなり汗をかいてるだろ。こっちの戦力はまだ余裕があるから心配いらない。確かにオイラたちずっと戦ってたしな。お、何が心配なんだ。あ、確かにそうだな。休憩するかどうかはお前が決めてくれ。来てくれたんだ。今ちょっちやばくてさ。バカルおじさんがすぐに避難を指示したんだ。二人がいてくれてよかったぜ。カチーナ、残りの魔物とアビスの凶門はうちと旅人に任せて。うん、あっちも人手が足りてないよね。気をつけろよカチーナ。んじゃちゃっちゃと終わらせるよ。天道、ここにある。剣女盤石。三尺の修正。岩山八九。見切りました。ここより弱滅の時。やっ、そこ。
私が定義する。逃げ道はありません。総流水泳よっ、さあ。安らかに。さばきの雷。やっやっやっ。剣影よ。と。みんないるね。あんたらもお疲れさん。外うちも一生忘れられない光景をこれでもかってくらい見せられた感じ。アビスの大規模な襲撃を経験したことなかったからさ、マービカはこういう光景を過去に見てきたんだと思う。それでもあいつは立ち向かうことを選んだ。生きるため、最後の希望を手にするために。けど希望がある限り諦めないよ。さひよかった、無事で。ついさっきキーニチお兄さんが来たんだ。児玉の子だけじゃなくて、一番遠い北条の国でも目撃者の中でも影響が大きいのは火翼の集いで。え、そこってサスカたちの部族だよな。キーニチお兄さんは休む間もなくすぐ競技場に向かったよ。今じゃみんな自分の身を守るのに手一杯だ。あそこに人が集まってる以上、アビスの魔物も競技場を目指すはずだ。幸いこのところ持病の発作はない。致命的なのはあのアビスの親玉と渡り合える戦力がないってこと。ナタ人の勇気が絶望に負けたりしないだろうけど。なあ旅人。おお、そう言うと思ったぜ。もうヘトヘトで飛ぶのもやっとだけど。だな。じゃあ児玉の子はお前たちに任せたぜ。え、無茶だって。こういう時に無茶しないで、いつ無茶するんだ。あれ、あそこにいるのってチャスカとクイックじゃないか。旅人、頼む、来てくれ。よっ、さばきの雷。ふっふっ、総流水泳。しっほっせっと、しっせよっふっよっ。天道、ここにあり。岩山八九。絹のような弱さね。よっ。何があったんだ。体中アビスの力だらけじゃないか。お姉ちゃん、私ね、パパとママが、でもパパとママの力になりたくって、私の方が年齢的に生意気よね。分かったから、クイク、今は喋るな。アビスの侵食はもう浄化できた。ちゃんと休めば。私っていつもお姉ちゃんに立って
お姉ちゃんが危険な目に遭うのも心配しすぎなんじゃないかって。アビスに侵食されてもお姉ちゃんが生きていられるのは、家族になれたのもまた一つの奇跡よ。でも私の心配も同じく。違う、そんなことない。そんなわけあるはずないだろう。クイクがくれた愛情も、父さんと母さんがくれた愛情も、どれも分かってた。まだ時間が必要なんだ。いい方法を見つけてみせる。謝る必要なんてないわ。だってお姉ちゃんは何にも悪くないもの。私もう分かったの。前へ走って、もっと速く、もっと高く、誰よりも強いククリュウみたいに。火翼の集いで最も勇ましい戦士になって、それこそが私の誇るお姉ちゃんの姿。クイク、クイク、クイク、さっきアビスの力っぽいのが出てきて一瞬で消えたよな。確か定期的にストレスを発散させないと暴走するってクイクが言ってたよな。オイラたちがもっと早くついてればこんなことにはならなかったかも。そうすればきっとクイクも。あれ、なんだ。命は平等じゃない。彼女は幼い頃から数多の不幸を背負い、歩みを進めるたびに苦しんできた。それでも彼女は歩んだ。いくつもの苦しみからなる雲の上には、その答えは何よりも輝かしい太陽かもしれないし、我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。クイクを安全な場所まで送ろう。クイクのことをしばらく頼む。今は他にやらなければならないことがある。ええ、私たちのために尽くしてくれたこと全てに感謝します。我々のために命を落としてくれたこと、すまない、ジャスカ。いいえ、
このような苦しみを味わっているのは、クイクは英雄になるのを望んでいた。そしてクイクの期待に応え、犠牲を無駄にしないためにも。ああ、この戦争を終わらせる。みんな準備はいいか。我々は今悲惨な戦争に身を置いている。勝利をこの手につかまんとする意志を、犠牲をなくし苦痛を断つために。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ、小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。不穏の暗闇さえも我々を分かつことはできない。泥まみれの水石、こだまするテペタル。集い、散り、燃え尽き、神聖の炎のため黎明の一角を見せよ。火山を踏破し太陽をつかむ英雄、冠を授ける烈焰、きらめく光は聖画のごとく。我が最初の一歩を導きたまえ。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して、最後の歌を聴かせよう。王術の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至る。我々の全ての所業を必ず炎が審問するだろう。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。時空を超えし英雄たちよ、機は熟した。我々は団結し、大炎の洗礼を受け、祝福された家名を手に、力の真の意味を知り、剣心の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。すごい力が秘められてたなんてびっくりだよ。つまりこの後の戦いでは聖火を通じて復活できるってことだな。ああ、もう二度と犠牲者は出ない。敵を一掃する時が来たってことか。奪われた土地も全部取り返さなきゃ。ナタのために見落とした全ての人に敬意を。行くぞお前ら。オイラたちも行くぞ。パイモン、旅人、あの時駆けつけてくれたこと感謝する。もし私が暴走を抑えられてなかったら、今こうして反撃の機会を手に入れることもなかったろう。それよりお前のことが心配だぞ。しばらくこの胸の使いは取れないだろうな。だがそのことは一旦置いておくしかない。私が味わった葛藤と苦痛は、そして私はクイクが思う。もし
敵の数は多いが、こっちも戦力は十分だ。おまけに八神の国の力で情報伝達すれば采配も出る。焦らず着実に行くぞ。中のためによっ、紅に染まって散りなさい。天道万象、裁きの雷、稲光、すなわち永遠なり。ストップ、そこ見切りました。天道、ここにある。難攻不落。はっ、ファッションは私が提起する。はっ安らかに。逃げ道はありません。天理チョーク、岩山八九。難攻不落。やっ、絹のような弱さだな。見切りました。ここより弱滅の時。よし、はっはっ、よし、ふん。裁きの雷槌、天道。うわっ、なんだあれ、マービカの空中支援か。あいつどんどんめちゃくちゃになってくぞ。ファッションは私が提起する。いざ、剣の盤石。神悟り、水友。見切りました。天道、ここにあり。難攻不落。私の力を使えばアビスの気流を破壊できる。もうタイミングバッチシだぜ。次からは着弾点を見誤らないようにする。え、エンジン様、全く熱くなかったのですごくかっこよかったですよ。だが目には良くない。それは確かに。アビスの野郎ども、この偉大なる聖竜ククルアハウ様の前にひざまつけ。アハウの声まで聞こえるのかよ。ちょっとうるさいから一旦消してくれないか。なんだと、この無礼者。ああ、待たせたね、野郎ども。かかれ、クイックの敵を取ってやるよ。いざ、天道万象、岩山八九。絹のような弱さだね。魔物の数がだいぶ減ってきたな。この勢いで畳みかけるぞ。エンジン様の力を存分に使わせてもらおう。こっちだよ、カチーナ。上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番、行くよ、ぐるぐるコマちゃん。急
救出は済んだな。ばあちゃんたちは先に、次の行動には遅れないから少し時間が欲しい。あらら、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって、このアンポンタン。敵を倒せる。引け！この戦いでもう犠牲者は出ない。こだまのこの魔物は全部倒したよ。アビスの気流は私が破壊したんだ。流線の衆の方も終わったよ。名園の主も危機を脱したところよ。火薬の集いを手伝いに行く。ああ、あそこの状況は特にひどいとか。必要ない、一掃した。もうか？さっきまで競技場にいたんだろ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。そっか。イアンさん、北条の国の方はどうする？ああ、それなら心配いらないぞ。どうやら全部処理できたようだな。数の勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。また、アビスが魔物を集めて競技場に向かわせてるようだ。反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。そんなことさせないよ、みんな。新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。そうだ、競技場の入り口を守る人も必要だよね。よし、これが最後の戦いだよ。見切りました。いざ三尺総流水泳。散りなさい。見切りました。無我の境地。そこ、裁きの怒り。天道、ここにある。あなたのために。
みんな、ここに集まってもらったのは、こたびの勝利は我々の手によって得られたもので、我々は再び大いなる災厄を乗り越え。おお！無論、戦争はまだ完全に終わっていない。だが、ナタの戦力を侮り、戦いを仕掛けた奴らは深い、少し準備を整えた後、私が最後の反撃を行うつもりだ。それって、ちょっと待ってください。エンジン様はお一人で行かれるつもりでした。あそこには強力なアビスの力が蔓延している。一般人であれば少し触れただけで即死だ。先陣を切ってナタに貢献したいという皆の気持ちは理解しているが、一番肝心なところで力になれないなんて。これからの戦いとこれまでの戦いに差はない。そうですね、命の心配がなくなった以上もういつもの日常に戻れますよね。確かに悪いことじゃないな。魔物が溢れてる頃より、時が来たら再び皆を召集すると約束する。そしてこたびの戦いでナタのために犠牲となった戦士たちもアビスを消滅させた後、荘厳な葬儀を執り行う。孤名に多くのものを記録することはできないが、黙祷を捧げよう。また戦士たちだけでなく隊長の特別支援にも感謝したい。個人の名義でこの土地の勝利に敬意を表そう。では皆がこの宴で気持ちを整理し、再び活力を取り戻すことを願っている。キーニジ、今の俺はお前の減らず口を許す気に出ないと、いつ殴られてもおかしくないぞ。そうだぞアハウ。へえ、ちょっと戦いに勝ったくらいで宇宙天になりやがって。褒美に武道でもやるか。俺をインク扱いすんじゃねえ。今回の死傷者のうち伝達師は最も多くの割合を占めてる。だが幸い兼業で伝達師を志望するやつも多い。北条の国はアビスの出現場所から一番離れてたから。でもチャスカの支援が少しでも遅れてたらと思うと。ならよかったぜ。このブドウ案外うめえじゃねえか。ならお前大活躍だったじゃん。ガチーナ、前よりずっと自信がついたって感じ。ガチーナちゃんのパパとママが褒めてたよ。そういえば流線の州の状況はどうなってるんだ。犠牲者が出たけど今はみんな前を向いてるよ。小玉の子もだいたいそんな感じだね。でもやっぱりちょっと胸が痛い。帰ったらろうそくを作って。あ、私も一緒に作らせて。今回の犠牲がナタに今までにない平和をもたらすことを願わないとね。ご苦労、戦での活躍は耳にした。まさに優秀な冒険者であり戦士そのものだな。俺の記憶ではお前とあの王子様はよく似ている。一刻も早く王子様との再会を果たせることを願っている。そうだオロル、名園の主の状況はどうだ。ああ、腕の立つばあちゃんがずっと集落に残ってたし、けど
各所の復旧作業は必要だろう。ファディの支援はいるか。いや、大丈夫だ。それに部族には年寄りも多いから。そうそう、怖い顔してるせいでいつ襲ってくるかビクビクしちゃうっていうか。しかも元素力の乱用は名炎の主の視力にも影響を及ぼす。心配してるのはそこなのか。ああ。なんか元気ないな。そうかもしれないな。空を飛んだ時、ナタの全域を、もっと早ければ。すまない、こういう時にする話ではなかった。うん、 L サイズで頼むな。ああ、500年前に立てた計画はほぼ完成に近づいた。残すはアビスとの決戦のみ。あの悪いやつを一撃で潰した時のお前あれはカムクラによって潜在能力を全て引き出した姿で、それと一時的にあったハンゴンの歌の特殊な力も消えている。ああ、アビスが大ダメージを受けたことで、私としても皆にここからしばらくの間、千年続いたアビスとの戦争も。ところで、ずっと気になっていたことがある。これまで他の国を旅してきた君は、先の戦争も疲れを知らずにあちこちを駆け回っていた。旅人という立場でありながら、いつも勇ましくあり続け。おいらが理由なのかよこれは彼女が君を大切にしている証だ。とにかく私が伝えたいのは、君は優れた才と正義の心を持つ。だが、その優しさと正義感につけ込んで、今日はもう疲れているだろう。ひとまずゆっくり休んでくれ。そこで最後の戦いについて話す。ここにいるんだ。大事なことがあってね。なんだって、それ本当か。死の失勢の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。ナタの人々の奮闘がひょっとしたら死の失勢の意志を変えてくれるかもって。きた対戦を経て、ナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、君の考えてることは分かってる。私だって。よかった、協力ありがとう。特別な存在である君は。そうそう、このことは絶対マービカ様には言わないでね。カムクラの力を使うことの代償を。おう、分かったぜ。さて、これで最後の休養も片付いた。せっかく競技場に来たんだし。本当に安心なさい。いっぱいって言ったら。こら小娘、これ以上ダダをこねたらおじさんも本気になるぞ。円陣になりたいと言いながら教えを請いに来る子は毎日数えきれないほどいる。はぁ、何遍繰り返したって無駄だ。私ならここから君の家のキッチンにあるコーンチップを打ち抜くことができる。数十メートルあるんだぞ、冗談はよせ。マジで命中させやがった。面白い。かがり木の民の娘、お前さんなら本当に変人になれるかもしれないな。見たか？先に5名を手に入れたのはこの俺だ。しかも超有名なマリポーな。頭を下げてもいいんだぜ。ヒカセイヤの巡礼のチームに入れてくれって。まったく、負けは負けなんだから素直に認めたらどうだ。いつか必ず5名を手に入れてみせる。君のよりも強いやつをな。はいはい、けどかがり木のためにマリポより強いコメなんてあったか。まさかキアンゴジーじゃないよな。
やっとレスリングであんたに勝てた。あと数日であんたは正式にエンジンになるんだろう。エンジン様、レスリングのために一日お時間をいただいてもよろしいでしょうか。聞いた話だけど、エンジンになったやつはみんな聖火に宿る知識を吸収するらしい。レスリングでもう私に勝てなくなるのではないかと心配しているのか。そんなわけないだろう。ま、考えすぎか。エンジンになったくらいで、あ、よし、試合再開だ。漆黒の後に必ず黎明が訪れるのだ。我々は一人で戦ったりしない。ナタのために。ほら見て、夜が明けたわ。やっと。わしらは正しい道を歩んでおる。エンジン様が導いてくれるだろう。敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。私のなすべきことは全て終わった。八神の国に刻まれたルールがアビスとの戦いで助けになってくれるはず。まだ足りぬな。人々に勇気をもたらすことはできるが、ナタ人だけに砕けた世界の結果を背負わせるのなら、もっと誠意を見せてもらいたいのだが。私が見てきた人間の中で君は誰よりも貪欲で一番交渉に長けてる。私が担うのは死。死から力を得るのなら。今の我は何よりも力を必要としている。命あるものは死を恐れるもの。この力を背負う者が少しでもひるめば、これがアビスに屈しない国ならば、無論何時のルールにも屈したりはせん。文化の伝承、信仰の積み重ねが続いていけば。そうなら手を貸してあげる。けれど私はただの影。君が思うほど自由に動けない。ならどうするつもりだ。内緒にすると約束して。もし誰かに問い詰められたらこう言うから。狡猾なシュバラン家に力を盗まれただけ。いいだろう。その寛大な心に感謝を。入ってくれ。先日伝えた通り、アビスを根絶する作戦について相談したい。ところで、コメイの方に進展はあったか？まさか、ヤガミが君に手を差し伸べてくれるとは。あれ、今気づいたけど、コメイってこの前の戦争で使うものじゃなかったのか？ああ。アビスが救うヤガミの国のさらに奥、それを根本から解決し、地脈を修復しない限り、それがナタ人が当たり前のように背負ってきた運命。しかし、こたびの戦いでその運命を打ち破りたいのだ。聖火を用いればこの身は守れる。そして私以外にあの地の汚染に抗えるのは君だけだ。コメイが完成しなければ私一人で行こう。だがもし間に合えば、やはり君に助太刀を願いたい。元に戻ったとは言い難い。八神の国がアビスに侵食されている問題は、だがカムクラの力を使ったことにより
八神の国に溜まっていたアビスの力はだいぶ消え去った。要するに反魂の歌が元に戻っていなくとも君の身は問題なく守られるはずだ。ちょっと待ってくれよ。オイラはどうなるんだ。残るって。アビスは狡猾だ。君たちが一緒に行動すれば真っ先に狙われるだろう。あんま心配する必要ないと思ったら、オイラなしで大丈夫なのか。分かったぞ。もう少し考えさせてくれ。ああ、すまない。最終決戦がいかに重要なものか、ナタ人ならば誰もが知っている。他に知りたいことがあれば。この地にゆかりある異教の者よ。一人で会いに来るとは思わなかったわ。エンジンマービカがアビスを退けるときに振るった力は死の出生に由来するものだ。どこでそれを。なるほど。その長い旅を歩ませたのが。ナタにはまだ最後の決戦が残っている。それに俺も最後の強敵と戦わねばならない。帰る場所のない数多の魂のため。